はい、こんにちは、花房です。音音声等どうでしょうか。お久しぶりになるんですかね。ちょっとこれゲインを下げます。はい、お久しぶりになりますね。よし。あの間にちょっと芸大のカリキュラムの話とかしたんですけれども、まあ、よいしょ。あとあれもやったのかな、ニュースもこの間だったのかな。まあそんなことをしつつもですね、久しぶりに、展覧会情報についてのですね、動画ですね、生配信やりたいと思います。でまあたくさん溜まってますね。で、まあ今年中にあのベスト3もやります。去年やったやつですね。去年私ベスト3何言った？小谷元彦、熊谷有沙、あともう一人誰選んだったかな忘れちゃったな。もう今年はもう決まってます。今年決まってるんですけど、まあそれにベスト3については発表しますけどね、まあその動画についてもやろうかなと思ってます。で今日はまあね、まあちょっと2週間分ぐらいかな、まあちょっと溜まっちゃったんで、ね、2週間で溜まるっていうのもちょっとおかしいのかもしれないけど、まあその話をしようかなと思ってますが、まあちょっとその前に、まあいろんな話も、しておこうかなと思うんですね。ちょっとこれネットつないでるから遅くなっちゃうんだけど、ちょっと待ってくださいね。僕ね、ちょっとね、今日すごい嬉しいことがあって、ね、いきなり完全雑談から始めますけど、あの僕甥っ子が2人と姪っ子が1人いるんですね。で甥っ子の2番目の方がお受験に合格しまして、いやこれ嬉しいですね。やっぱあのね、他人のな、あの合格の方が嬉しいもんですね。こういうのって面白いもんでね。いやー大変嬉しい。でしかもね、この甥っ子にっていうのはね、僕まあ、なんていうんだろう、それも甥っ子だからね、花房の血じゃないっていうか、花房県の名前、花房っていう名前じゃないからもう言えるんだけど、いろいろまあね、だから分かんないからね、どうせなんだけど、どえらい頭が良くてですね、まあだから小学校の受験したわけだから、今何歳、5歳なわけだけど、上はだから8歳に、8、5、2といるんだけど、で下は一番下が女の子で、真ん中なんですね。で真ん中で一番上もまあ頭いいんだけど、2番目がもうこの花房史上花房の歴史上多分一番頭いいんじゃないかっていうぐらい頭良くて、これがねなかなか心配なんです。頭いいやつってやっぱ心配なんですよね。でとにかくもう言葉もめちゃくちゃ早かったです。2歳ぐらいでもベラベラ喋ってましたけどね。ものすごい明確な言葉喋っててびっくりしたけどちっちゃいのにめっちゃちゃんと喋るからすげえびっくりするんですけどね。でまあなかなか、まあ、ものすごい優しい子だったんだけど、やっぱりね苦労するんですよね、頭いいやつって。で精神は完全に子供なんだよね。仮面ライダーベルトとかつけたりとかね。でお母さんになんかなんと かあのカードとかいっぱいあるのよね、今のあなんとかカード取るよとか、お母さんっていうのはうちのお姉ちゃんね僕なんとかカード取るよとか言って怒られ叱られて泣いたりとかね。なんでそれで泣くんだろうと思うんだ、お前そんなに頭いいのにカードぐらいで泣くなよって俺思っちゃうんだけど、まあでもやっぱ苦労するんですよね、頭いいやつって。だからあまりにも頭が良すぎてね、なんていうかな、そのでも精神は子供でしょ。だからその落差にね、要するに友達とのこの関係性みたいなのがものすごい落差があって、こうすごい孤独なんですよね、そういう状況って。だから自分が持ってること全て言えないから、言語化できるんだけど自分は。だからものすごい苦しむだろうなとは思って僕は心配してたんだけど、でもお受験でね、やっぱりまあちゃんとまあお受験が必要なね学校に入ったから、ある程度一定以上のね、能力がある子たちの中で子供小学校時代を過ごせるということになったっていうことはね、まあ彼にとってはすごいいいことだと思うんでね。やっぱり分かってくれるっていうか、まともに話せる友達っていうのはやっぱり必要ですよ、と思うね。思いますよ
で、まあ自分のことを話すとあれだから、ちょっとまああのね、この後松田修君の話とかしますけどね、松田君が言ってたけどね、うちの親父についてね、花房さん孤独だっただろうな って言ってたんだよ。で、僕は松田君が孤独だったからそういうことが分かるんだと。松田君もすごい頭いい人だからね、本当は。で、だから分かるんだ、共感してるんだと思うんだけど、まあうちの親父孤独だったと思いますよ。岡山の田舎でね、芸術とか分かる人もいないし、ただまあお医者さんとの付き合いがあったから、うちの親父の場合それはすごい救いになってたと思うけど、やっぱりこう、なんていうかな、まあお医者さんってやっぱり岡山大学の医者の出身の医者が多いし、やっぱ東京知ってて、っていう、うちの親父法政出身ですから東京知ってて、でね、それこそうちの親父のあれですか、卒業論文はカントの判断力批判で書いてるわけだけど、まあそういうことをやってね、文学部哲学科ですからね、をやって話が合う人、それで美術がもうが好きっていうのはもちろんあるけどね。で、まあいろんなこと知っててね、それやっぱ孤独だったと思いますよね。そういう状況を子供の頃からね、経験するっていうのはやっぱりなかなか大変なんですよね。なので、僕は本当、1個2がね、1も2もまあ同じ学校だけど、1も2も、いや、健康に育ってくれるだろうなという可能性がちょっとね、精神的によ。まあ、体は健康なんですよ。で、僕は嬉しいですね。これ以上嬉しいことないですね。もうね、その報告をしてね、今日は終わりでいいんじゃないかっていう感じもするんですけどね。子供ってね、でも不思議ですよね。甥っ子を僕ね、生まれた時ね、もう、こりゃすごいなと思いましたね。甥っ子って、まあ姉ちゃんの子供だから、まあそ、あの、まあでも結構近いじゃない、血液的には。で、もう異常に可愛くてね、今でも異常に可愛いけどね、3人とも。何でもしてやろうって気になるけど、それが生まれた時ね、俺自分の子供が生まれたらどうなるんだろうなと思ったね。あのね、もう可愛すぎて、俺もう、こう、あまりの可愛さに俺が弾け散るんじゃないかな、みたいな。死んでしまうんじゃないかなと。憤死するんじゃないかと思いましたね。そのぐらい、ちょっと可愛いよね。まあでも、まあ自分の子供ができたらね、やっぱ生きなきゃいけないっていう社会的な、こう、要請にさらされるから、逆に頑張るんだろうけど。まあね、子供は可愛いよね。やっぱそうね、やっぱ次世代につなぐっていうことがね、とやっぱ芸術って関係してるからね。それってどうなのかなっていうのをね、ちょっとまた考えてみたいななんていうこと僕思ったりしてるのよね。子供いない人も結構いるじゃない、アーティストって。ただね、あ、そうだ、それで言うとね、最っていうか、僕らぐらいの世代ってものすごい子供作るのよね。お金は別にあるわけじゃないんだけど、ちゃんと子供作るんだよね、結構。で、僕それすごいいいことだと思ってるんですよね。上の世代って子供いない人多いでしょ。あえて作らなかった人が多いのか、そういうの作れなかったっていう状況的にね、人がいるのか、まあ、わからない。それ選択で、別にそれがいい悪いじゃないんだよ。なんだけど、まあ、子供がいない人結構多いんだけど、でも我々の世代かなり子供いるんですよ。で、結構アート続けてるんですよね。だから僕結構面白いなと思ってる。だから子育て難しいって言われてるけど、まあ、お金もかかるしね。でも、いけるんだと思うんですよね。だからリスクは確かに高くて、だけど、産んでしまえばもう育てるしかないからね、それは。だし、やっぱりアーティストって、まあいい人が基本的には多い。ただ離婚したりすることもあるんです、もちろんあるんだけど、まあ基本的にはちゃんと可愛がって育てますよね。だからやっぱりすごくいいんじゃないかなと思いますね。はいはいはい、まあまあいいか。でね、ちょっとね、何人ぐらい見てくれてるのかな？まあまあ見てくれてるんですね。ちょっとね、じゃあね、まあ早速展示っていうかね、展示でもないんだけど、ちょっと違う話したいんだけど、ルート系コンテンポラリーっていうのができたのご存知でしょうか？今年の3月ですか？にできたみたいで、ごめんなさい、できたってですね、原口さんですね、原口則之、の展示からスタートしまして、ですね、その後、今はまあちょっとな、コレクション展みたいなのやってるんですけど、ちょっとウェブサイト見せますね。こういうルート系で、まあこれ、神楽坂っていう、神楽坂っつってもね、神楽坂駅っていうよりも牛込神楽坂で、飯田橋とかから歩けると思うんですね。
あのまあね、あの水マートギャラリーの裏ぐらいです。水マートギャラリーのところ裏坂でしょ。あの神楽坂っていうぐらいだから坂があって、そこの坂のちょっとまあ中腹ぐらいのところにあるんだけど、ものすごい、まあめちゃめちゃいい場所です。でこれ僕家から近いんだけど行ってなくて、なんとなくなんか予約制とかだったんですね。でちょっと行けてなくて、でまあやっと行きまして、まあ見てきたんですけど、でまあ鹿島美術っていうですね、まああの日本橋かな京橋かな、あの辺にあるあの古美術商ですね、古美術のディーラーさんなんですけど、まああの昔からあるディーラーさんですね、にのが、コンテンポラリーも、まあまあそうね、コンテンポラリー、あのちょっと古いけどね、を扱い始めたギャラリーなんですね。ただもうギャラリーっていうレベル超えてますね。ものすごい場所です。だまあコンテンポラリーとしてちょっと使いづらいかもしれない。なんかビューイングルームみたいな感じかな。ちょっと高級な、なんかこう石、本物の石かどうか知らないけど、こう石がこう埋めてあったりとかで、コンクリート打ちっぱなしみたいな、そういう感じのところですね。で建築誰なんですかって聞、この部屋がこういう部屋なんですね、こういう部屋なんですね。でまあ使いやすいような使いやすいようなにくいような、ね、あのインスタレーションとかすごい難しいと思います。あの彫刻とかね、あの絵画とか、まあちょっとマッチョな感じっていうかな、あのそういうものはねすごく映えますけどね、あのそういう空間ですね。でここはすごいなと思いました。で建築家誰なんですかって聞いてみたら、あの自分たちで建築したって言ってましたね。あのアイデアを出してね。で最終的に線引いたのはもちろん違う人だけどっていう風に言ってました。なのですごく変わった部屋だけど、あの建物なんだけど、地下もあって、で地下であの原口さんのオイルの作品ですね、オイルをこう貯めるやつね、あれやったらしいですね、うん。で今はまあこれコレクション展で、まああの浜口城とかね、いろいろ、まあ牛ちゃんとかも置いてたな、はい。でまあいろいろ置いてましたね、そういう作品群でしたね。でまあ次はなんかね、あれらしいですよ、1月に、まあ期間短いけど1月の中頃から、美術手帳の絵画のなんとか特集ってあったでしょ。僕も買ってはいるんだけど、まだ読ん、まだっていうか、まあ読むかな、あれわかんない。でも一応買ってはいるんだけど、あんまり話題になってないですけど、どうなんですかね。 あれに関連したまあ展示をやるらしいです、うん。そういうことだそうです、はい。ですのでまあぜひ行ってみてください。まあ超豪華ですよ、面白かったですよ。でやっぱりあの営業もちゃんとしてるので、あのすごく気持ちいいし、あの対応もね、まあこれ面白いギャラリーだなーっていうか、これからまああのこういうギャラリー僕もっと増えてもいいんじゃないかなっていう気がしますね。日本のこうあの年齢上の方のね、評価ってすごく上がっているので、しこれからも多分上がっていくので、こういう、古美術は使ってたんだけど、新しくね、なんていうの、まあコンテンポラリーって言われてるようなものを扱っていくっていうギャラリーが増えてくれたら嬉しいなっていうふうに思ってます。あとその後ね、その美術テーションの展示が終わった後は、あの堀光斎さんの昔の作品は、ルート系コンテンポラリー で新作を水間さんで見せるっていう、そういうこうあのコラボレーションの企画をやったりするらしいです。で完全に、プライマリーのギャラリーではないので、 100% プライマリーのギャラリーっていう感じではないので、あのそういう、ある意味でなんていうかな、その軽あのなんていうかあのな軽いっていうとおかしいけど、あの動き軽快なね動きができるっていうのはね、すごいいいことだと思うんで、これまた行きたいなと思ってます。あの僕すごい好きでした。あの歩いて行けるんでしょっちゅう行きたいですね。ね、これなんかカフェとかつけてくれたら超嬉しいんだけどな。ねカフェとかつけちゃってくれちゃったらなんかもうしょっちゅう行っちゃいます ね。そういう感じのギャラリーでした。まあまあ、あのぜひ行ってみてください。ちょっと今回はこれ写真撮ってないんですけどね、はい。で一回ちょっと戻しますね。ね、その他にもなんか喋りたい、まあちょっと軽いのからいきましょうかね。今日は何を喋ろうかな。あのまあたくさんあるんですよ、喋るべきことはね、はい。でこれはなんかあれかな、やっぱりあの書いたのをみんな期待してるのかな。そうね、何から話しましょうかね。チャットとか入れてくれたらいいんですけどね。
今日平日だからそんなに見ないかな、今日は。どれから行こうかな。じゃあね、ちょっとね、古典じゃないのから一気に行っちゃいますね。古典じゃないものを一気に行きます。あれ？ちょっと待ってくださいね。あ、これ音が止まったかな。よし。で、じゃあ行きますね。まずですね、池袋モンパルナスから行きます。池袋モンパルナスという展示はですね、池袋周辺に住んでいる、池袋って池袋のちょっと奥っていうかな、池袋駅の向こう側、金目町とかあの辺ね、に住んでる、作家たちが結構いるみたいで、あの辺安いんですかね、ちょっとあの、まあ、開発がそんなに進んでなかった地域ですよね。で、最近すごく綺麗になってるんだけど、その地域に結構さあのアーティストが住んでるみたいで、アーティストの松江里奈ですね、松江里奈ちゃんが中心になって、企画した展示です。で、ターナーギャラリーっていうね、ターナーギャラリーも、まあ、あれは一応豊島区になるんですかね、駅でいうと何駅になるんだとかちょっと忘れちゃったけど、まあ、池袋の裏の方ですよね、のところ、にあるあのターナー色彩、ターナー色彩っていうんですかね、あの絵の具作ってるターナーですね、でやってた、展示です。で、池袋モンパルナスっていうのは結構エリンとしては昔から前からやってたんですよね。で、今回はまあ展示っていう感じで、やってました。浅井祐介さん、高山夏樹さん、松井エリナ、それから村山五郎と、いうことですね、の、4人がですね、同じ場所で共同制作するっていうような感じなんですね。これなかなか面白い、すごいいい展示でしたよ。ものすごくいい展示でした。で、やっぱエリナちゃんちょっといろいろ気遣いなところがあるから、なんていうかな、そのやっぱり今の感染症の問題があるから、あんまりこう宣伝ができなかったっていうかね、いう感じがあったみたいですけど、まあ、僕ちょっとトークの時に行きまして、あ、このトーク動画ってアップされてるんですかね、ちょっと僕それ知らないけど、まあアップされるんでしょう、多分と思うんだけど、結構面白かった。で、これ、全部で何枚あるのか、1、2、3、4、5×3 の15の15、15だから30枚か、30枚のパネルがこう置いてあるわけですね、バーッと壁にかけてあるわけね。で、これ全部分かれてるんですよ、 1枚1枚じゃないんですよ。で、これをバッとかけて、その上にこう絵を4人で同時に描いていくっていう感じなんですね。だから別にこう消されちゃったやつとかも全然あるみたいな、そういう感じで、全部で、まあ、30個の絵が出来上がるみたいな、ということを共同制作してるっていう感じなんですね。で、やっぱりね、これね、こうやって見ても分かると思うんだけど、まあ、めっちゃうまい、こいつら。こいつらっていうの、ごめんなさい、浅井さんとかには言えないけど。まあ、うめんだな、この人たちっていう感じですね。で、まあ、面白かったです。やっぱね、で、熱量もやっぱね、上がるんだね。で、まあ、高山さんちょっと若いかもしれないけど、まあ、五郎ちゃんと、エリナちゃんは、まあ、僕と同じ、同学年。で、浅井さんちょっと上ですよね。5も上じゃないと思うけどね。まあ、でもそれぐらい上かな。で、高山さんが5個ぐらい下なのかな、よくわかんないけど。まあ、そういう感じですかね。で、まあ、いつものスタイルで描いているような、まあ、ところどころ、だから、ああ、これこの人描いたんだな、みたいな。あの、浅井さんのこの、あの、犬みたいなね。の犬か鹿か。あれね、鹿か。で、あれがこうバッとあったりとかっていうのが分かったりとか、まあ、エリナちゃんの猫がいたりとか、そういうのとかはすごい分かるんだけど、あと、ゴロちゃんのこの、あの、いつもあの繰り返しのやつね、があったりとかっていうのはあるんだけど、まあ、これ全体としてはね、まあまあ、面白かった、本当にこうコラボレーションになってて、新しい作品が生まれてたから、すごい面白かった。だし、この、なんていうか、池袋モンパルナスって、っていうのが、確かあったんだよね、昔。本当に作家たちが集まってそういうチームみたいなのを組んでた時があったんだと思うんだよね。で、それをまあもう一回やろうっていう感じなんだと思うんですけど、池袋だったら近いから、あ、でエリナちゃん言ってたけど、池袋だったら、あ、まあ、いろいろアーティストが住んでるところあると、で、ただ全部遠いと。で、エリナちゃんは、まあ、海外からのアーティストなんかとも対応するわけだけど、
そういう時に連れて行けるとこないんだよねっていう話をしてたのね。で池袋だったら全然来れてアトリエ、やっぱりアーティストとかキュレーターとかギャラリストってやっぱりアトリエ見たいですよね、どうしても。というのがやっぱ作品大量に見たいですから、私この作品扱うわみたいなね、ギャラリーにも色があるから、このタイプの作品は私のところで扱わせてみたいな、そういうのがどうしてもありますから、そういう交渉ごとのためにはどうしてもアトリエを見せてあげるっていうことが必要なんだけど、それができない状況にあるっていうことに対して、まあ池袋だったら十分に来れるし、そこで例えば20人いたらこれはもうめちゃめちゃ強いわけですよね。これはすごくいいと思いますし、この4人が中心になるっていうのはすごいと思うね。広がりもあるし、浅井さんはもっと上の世代ともちゃんとつながれてるし、ゴロちゃんとかね、エリナちゃんは、まあ、我々の世代ではやっぱり有力、まあ、非常に有力な作家としてね、活動してるし、高山さんもまた我々ちょっと下の方とねちゃんとつながりがあって、まあ彼女の場合はやっぱり、結構硬派な感じかな、絵を、まあ、モリッとした絵をね描く、作家、絵っていうかこう あれってどうやって描いてるのか分かんないけど、こうモリモリモリみたいな感じで重ね、絵の具がねモリ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 重なってるっていう作品なんだけど、まあ、そういう硬派なねところとも付き合いが広がるのかなみたいな感じで、この4人はすごくいいと思いましたね。もうちょっと見てみて、あ、これが4人ですね。ちょっとこれあれアップにしちゃってるからあれだけどね、村山五郎のひげはどうにかしてほしいですけどね、どうでもいいか。で本当に作家、これまあ優吾くんが来てました。斉藤優吾くん久しぶり。はい、あとこれ浅井さんがこれなんかやろうとしたあれでしょうね。これこの上に書いていくんです。あ、違う、これこれね、あれだった、浅井さんのものだけど、これ浅井さんがマスキングテープで作ってるんだけど、エレベーターの中にこういう風に貼ってましたね。もしかしたらこの後この上に何か書いたかもしれないです。いや普通はこの上にいろいろ書いていくんですね、浅井さんはね、はい、で池袋モンパルナスっていうので、これ千早町っていうんですかと椎田町ですか。で、ターナーギャラリーは南長崎と。で、池袋モンパルナスのエリアにピタリと一致するということだそうです。で、そうですね、二次大戦の時、二次大戦後に、まあ、集まりがあったんだということですね。で、巣鴨プリズンがあったから、安かったんですね。巣鴨プリズンってご存知ですか？あれですね。今サンシャインになってるところですね。永久戦犯が入ってるところ、ね、殺されたところですよ。あそこ巣鴨ですか。まあまあ巣鴨でしょ。すぐ巣鴨だから、ね、巣鴨プリズンっていうんですよね。広大な土地の後にまあまあ墓石のように立っていると言われたりしますね。サンシャイン、あそこですよね。まあ辺にあったよなんていうこと。前進者ですかが置いたとか。まあまあいろんなことが書いてありますね。はいはい、まあ文化的な豊かさがもともとあった土地なんだっていうことが書いてありますね。うん、はい。でこれがですね、2階じゃねえや3階かに、まあ展示室があって、でそこに、個人の作家です、作品ですね、それぞれの個々のね、作品が置いてありました。はい。でねこれが高山さんですね。これ高山さんの作品ですね。で、これエリナちゃん、エリナちゃんみたいな。で、これ浅井さん、これ多分高山さんでしょうね。これも、これが浅井さん、これ五郎ちゃん、この辺多分五郎ちゃんだと思う。ね、これ浅井さん、エリナちゃん。これ誰だろうな。これは浅井さんだけどね、浅井さんかな。これもエリナちゃんなんですね。でこれエリナちゃんね、新しいのにこう挑戦してて、ちょっとでこれはもうめちゃめちゃ宗教画なんですよ。で自分の顔の上にこういっぱいね、ね古典を最近引用してるのよね、エリナちゃん。でね、僕ねこのシリーズすごいいいと思うね。これパネルにこう薄いね、塗り方でやったりしてるのね。でほとんどのそのアーティストってエリナちゃんっていうのは、まあ美大、ごめんなさい、専門学校ね、ごめんなさい、専門学校じゃない、予備校、予備校絵画をそのままやってるんだっていう、予備校絵画のトップみたいな予備校絵画をそのままやって、それは作品にしている作家だっていう風に言い方をするんだけど、まあ僕なんとなくわかるけど、まあそうなんでしょうね。だけどそこからやっぱり一歩ね、踏み出ようとしていると思うんですよ。
で僕この作品ここやっぱりこのねあの大きな一歩だからぜひねあの大規模個展してほしいんですよね。アノーマリーだからね。ただアノーマリーってあの山本現代とあの新たに浦野じゃなくて浦野かが新たに浦野改め浦野がくっついたギャラリーだからものすごい作家数多いんですよね。なのでちょっとどうなのかな、できないのかもしれないんだよね。だからぜひ個展やってほしいんですけどね、大規模だね。まあその辺の関係難しいんですよね。あでこれゴロちゃんですね。これ今回の個展で出してたかもしれないので、あとこれは後から触れます。これあの昔の家屋の木材を使ったですね作品なんですね。はい、これその右の方にちょっと言ってこう一つの壁にバーッとあるんですね。でものすごいシンプルに飾ってあるんだけど、これ僕ねすっごい心地よかったね。あのねまあ絵ばっかりだっていうのはあるんだ、ドローイングもあるけどね。で何て言うかな、あのねコレクターの家の壁みたいな感じなんだよね。縦にね何重掛けもしてるわけだけど、でも所狭しと置いてるんだけど結構空間あって、でなんか本当に好きなように並べたっていう、なんていうかな、眺めるために見るためにね一緒に暮らすためにね飾られた作品っていう感じがするんだよね。だからお互いにねその4人で、話し合いながらある程度話し合いながらやったんだと思うんだけど、すごくこう、ああこうやってコラボレーションしたらこういう気持ちいい空間ができるんだなっていうことが分かりましたね。特に新作を書いたわけじゃないと思うんだけど、これに向けて書いたとかっていうわけじゃないから、ものすごい自然体なんだよね。こういう展示僕すごいいいなと思いました。だからコレクターの人が見に行くといいと思いますよ。こういう壁で暮らしたいなっていう感じで僕なんか思っちゃうよね。いいなってね、ぼーっと見てね、いいなって言ってねでみんなやっぱ力あるんだよね、負けないね。負けてる、やっぱりねこういうのってねデコボコになるんだけど、普通やっぱりみんなねある程度キャリアが、まあもちろん個展いっぱいやってるような作家たちだから、美術館での展示もあるしね、やっぱりさすがだなと思いましたね。いい作家たちですね、はい、彼らが中心になるとすごいいいと思いますよ。まあこれちょっと縦構図で撮ってみたという感じですね。ね、ものすごいシンプルでしょ。だけどまああれよ、ガチャガチャ置いてるよねこれ本当はね。だってね額があったりなかったりもするしね。なんだけどすごいいいよね。ね、うん、だからやっぱエリナちゃんこの作品いいと思いますよ。僕すごくこのタイプのすごくいいと思う。新しいことができてるからまだまだ僕開拓の余地あると思うんだけど、見たいな、もっといい古典として見たいなっていう感じがしましたね。はい、もう僕はこっちのタイプはどうなのかなと思うけど、まあエリンちゃんやりたいからやればいいと思うんだけど、ね、まあ子供の顔とエリナちゃんの顔ですか、花のなんか人形みたいなのね作ったりとか、そういうのやったりとかしてましたよっていう感じ。これドローイングですね。どういう風に展示するかっていうのはドローイングが貼ってあったりして、まあこういうのはちょっとアーティストっぽいよね。でまあこうまあ僕トーク中に上に展示に見に行ったで帰ってきてもまだ話しててっていう、こういう感じでね、まあ撮影しててでね、そうかと思ったらちょっとね並べ替えてみようぜとか言い始めてね、いきなりね、でねこう大並び替えタイムみたいなのが始まってこういうなんかね自分勝手なところがねアーティストっぽくていいですよね。ね、もう作品とかにねベタベタ触るしねでまあちょっとこう真ん中に寄せてね、この作品をもうちょっと完成させようかみたいな感じ、はい、でその他ねところどころに置いてあるいろんなこうまあちょっと描いてみた絵みたいな感じですかね。とか、うん、僕ね実はアトリエ見るのあんまり好きじゃないのよね。作家の裏事情知りたくないんですよね僕。できた作品をパッと見たいのよね。でそこでというのがね作品過程を知りすぎるとねものすごい先入観持っちゃうんですよ。だからね、作家がやろうとしたことの方にものすごい巻き込まれていっちゃって自分の見方ができなくなっちゃうのね。だから僕はできるだけ見ない、見たくないっていうタイプです。自分がキュレーションするときですらできるだけ見ないできるだけ見ないです。だから展示の場にはあんまりいないです。で、まあ、僕はもうビス一本打てませんって宣言してるんで、はい、まあ正確に言うとビス一本も打たないぞっていう、打たないって宣言してやると、まあギリギリになってやりますよそれは、手伝いますけど、でもまあ信頼してるんで、まあそこ信頼して一緒にやるときはね、
もうできるだけ見たくないっていう感じですね。でアイデアもあんまり聞かないですね。聞きたくないです。出てきたものに対してどう反応するかってことだけで、事前に言うよ僕のアイデアは。事前にかなり強く言いますよ僕のアイデアは。まあそういうタイプで、これは出来上がった作品で、あもうこれは完成してるんじゃないのっていう作品を置いてたっていうことですね。はいはい。まあこういう感じでいろんなところに作品が置いてあったりしましたよって感じ。これ浅井さんがこうですね、作品を釣るのを作られてたっていう感じですかね。うん、最終的にねちょっとねどうなったのか分かんない。展示期間伸びてですね、ちょっとどうなったか分かんないんだけど、どうするんだろう。まあどっかで見せるんじゃないかな。まあ、あの辺は多分なんかみんなねそれこそ住んでるわけだから展示できる場所みたいなのをねいくつかあるんじゃないかと思うんですよ。アトリエも持ってるわけだしね。のでまたね見れる機会があればねすごくいいと思いますよ。こうやってギュッて見るんじゃなくて一点一点で完全に見れる作品になってると思うので、また話してみるとね全然違う見え方がすると思うんだよね。これ面白いと思う。本当にアーティストランスペースじゃないんだけど、アーティストランのアーティストが個別に集まって活動するっていう、それがまあ集合体になってるっていうことなので、これはすごくいいと思いますね。これが自然体だと思います。無理やりアーティストコレクティブみたいなものを無理に作らないっていうのはねやっぱ自然体ですよね。うん、でもこれはいいと思いますよね。はい。ということで、はい、ですね、浅井雄介、高山夏樹、松井恵里奈、村山五郎、池袋モンタパルナス 2.0 ターナーギャラリーでした。この作品群ね、またね、いろいろ見れるんじゃないかと思いますので、楽しみにしてます。これからのね、池袋、正直僕これ見てね、池袋近辺に住んでもいいなと思いました。僕、池袋という街自体はあんまりちょっと苦手なんだけど、僕は新宿系なの、新宿派なので、渋谷もあんまりなんですね。僕は新宿近辺が好きなんだけど、でもこれだったらなんかまあ奥の方だしね、裏の方の住宅街の方だし、まあ池袋っていうか豊島区ね、でもなんか面白そうだなーなんて思っちゃったりしましたね。なんかもっと面白くなりそうだったら俺引っ越してもいいなっていうぐらい思いました。はい、ということで以上です。はい、ありがとうございましたね。じゃあ皆さんね、見ていただいている方はね、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、何か質問などごめんなさい、ずっとごめんなさいね、チャットとか見ることはできないんですけど、ところどころ見ていきますんでね、何かあれば言ってくださいね。言ってくださいはおかしいですね。質問とかあればね普通に書いてくださいね。はい、じゃあ次行きましょうか。これなんかツイートした方がいいかな。ツイートしときますかね。まあもうちょっとしてからにしようかな。もうちょっとしてからにしましょうかね。じゃあグループ展の方から行くって言ってたらグループ系から行きますね。芸大博士展ちょっとパッと行きましょうか。これはね多分僕動画切らないと思う。動画切って出さないと思うんですね。で、前回のライブ配信の時は、ライブ配信、まあ消しちゃって、その後カットしたですね、編集っていうか、もう切ってるだけなんだけど、切ってる動画だけ上げたんだけど、それだとやっぱり、あんまりこう相乗効果で伸びるみたいですね、やっぱり、どうやら、だからこれ、元の動画残しておいた方がいいっていうような感じなので、元の動画はまあちょっと残そうかなと思ってます。なのであんまりですね、こう人の悪口っていうかこう、あんまこうね、ちょっとこう自重して言わなきゃいけないのが難しいんだけど、芸大博士展行きますね。で、芸大博士展なんでか、まあ、その、後から編集して出さないかっていうと、今年は面白くなかったですね。全体的に非常に低調だったような気がします。ああ、いいなっていうような作家一人だけでしたね。で、まあ、これ、菅美香さんですよね。菅美香さんは、まあラブドールって言って、なんていうんですかね、セックスをするための人形、を使った作品をずっと作ってる方ですね。で、まあ、修士課程の時に、まあ、非常に話題になって、写真がね、うん。でも、まあ、あの時よりはもちろん博士課程にだからすごく良くなってます。あの時もクリップ止めでしたからね。
で僕はその展示の時点でダメだと思ったんで、だからこれクリップ止めだけじゃダメでしょうと思ったんだけど、まあすごい話題になりましたけどね。はい。で今回は綺麗でしたよ。今回は展示も良かったです。同じ高さにピュッと並べてるんだけど、ラブドール、まあすごく自分に似たラブドールを作ったっていうコンセプトなんじゃないかと思うんだけど、まあペルソナみたいなね感じでラブドールを作るって、こういう作品でしたね。でまあもともとこれ彼女のコンセプト自体はこちらに近いと思います、本当はね。だと思ってます僕は。だからラブドールに近いものを自分の中に感じていてっていう、そのだあのだもちろん男性との関係ですよ、セクシュアルな関係形成の中で、それをこう どういうふうに、まあ、ひっくり返していくのかっていうことを作品にしているんだと思うんです。でこれまあ分かりませんけどね、僕彼女とあんまり話したことがないんです実は。で作品としていいと思いましたね。ものすごく不気味なんですよ。ものすごく不気味で怖いんですね。でやっぱりそのフェミニストとしての強さっていうのはしっかり出てると思いました。これもまでよりもずっと出てる。そうか、修士課程の時は妊娠してるやつ、ラブドリンが妊娠するっていうのをやったんでしたかね。ですが、今回、まあ、ラブドールが妊娠よりも僕こっちの方が怖いね。不気味さっていうのもより出ていると思いました。それはもう鏡の比喩でも言ってもいいし、何で言ってもいいんだけれども、これいいと思います。すごくいいと思いましたよ。いい展開をしてると思います。はい。でまあまあ彼女はもう力ある作家ですから、はい。でね、ちょっと面白そうかなと思ったのはこの人ですね、堀幸恵さんですか。優雅なんですね、コスモヘリウムで。ちょっと面白いかなと思ったけど、これ何やってるか俺よく分かんなかった。で映像作品なんですよメインは。でなんかね、もうちょっと説明欲しかったんだよね。これ何これ、なんとかでありヒーローでありって書いてあるけど、これ何語か分かんないから俺は読めないんだけど、ミュージアムでなんとかとか書いてある。まあこれ結構ね、このなんか書いてあるのも面白かったんだけど、まあまあこの動画もなんかね面白かったんだよな結構。これテキストちょっと見てみます。あ、これ違うわ、ごめんなさい、これ違っただけど、これまあなんか面白いのかなっていう気がした。ただやっぱこれちょっと一発じゃつかめなかったな。結構ね、長いんですよ。動画はすげえ長くて、結構見たと思うけどね、僕。でもね、やっぱね、10分ぐらいにはしてほしいな。10分バージョンぐらいにしてほしいなっていう感じはしましたね。うん。でしたかね。はい。で、一部、でもね、一個だけ、一人だけすっげえ面白い人がいたんですよ。これがですね、彼ですね。ごめんなさいね。なんて読むんだったか忘れちゃったんだけど、なんて読むんだったかな、名前は。ハン・ユンゼさん。ですね、ハン・ユンゼさん。で、工芸家で、慶徳地、中国出身なのか、韓国出身なのか、朝鮮出身なのか分かんないんだけど、中国のね、慶徳鎮あるでしょ、慶徳鎮用ね、の、まあ、地域でね、慶徳なんとかみたいな学校、で学んだみたいです。だから陶芸のプロフェッショナル、本当プロフェッショナルな技術を持ってる方で、で、まあ、芸大の博士課程に来て、やったんですね。で、これもう意味わかんないんだけど、平行世界ね、パラレルワールドとしてのパイナップル王国っていうのを作りましたと。で、そのパイナップル王国のなんか世界観っていうかな、よくわかんないけど、を全部陶芸で表してるのね。これパイナップルでしょ？ね？おっと。ね、これパイナップルでしょ？はい。で、これなんかダンスとかしてるわけですよね。ダンス。ね、パイナップル王国の人たちなんでしょうね。だパイナップル王国って何かは全然わかんないですよ。何の説明もないの。で、なんでパイナップルかもよくわかんないのよ。だけどなんかこう、これ何なのね、これモニュメントなのかな、なんか人が反対になってる。で、陶芸作品。で、なんかクオリティもクソ高いんですよ、これ。かなりでかいですよ、これ、この作品。70センチ、80センチありますよ。ね。で、こういうなんかね、わかんないんだけどね、とにかくいいんだよ。だから、すごいプリミティブなんだけど、うん、こういうね、これはなんかの、
あれですかね、祈りっていうかね、昔のサウナみたいな感じですかね。あのサウナっていうのもね、あの宗教的な行為じゃないですか、もともとね。そういうのもあるのかな。これはね、ハン・ユンジさん、これ僕は一番いいと思いました。これはね、昔のあれですよね、灯籠みたいなね、形をやってますよね。これ形もいいですよね。でなんか模様とかがあってね、これもなんかあるんだと思うんですよね、理由がね。論文フルで読んだらいろいろわかるのかもしれないんですけど、だからなんでパイナップルか全然わかんないんですよ。ただ僕なんかもう これはなんかね、すごくいいと思った。パラレルワールドを工芸っていうか陶芸で表現するっていうのはすげえいいんじゃない。これはちょっと僕見たことなかったらすごい良かったですよ。でもよく考えたらやっぱそこからやるべきなんですよね。あの元、一番元の部分っていうか、あの陶芸作品っていう、あの古くからある技術でね、絵とかで描くとかさ、あのメディアアートを使うとかじゃなくてさ、あの陶芸作品でそこから作り直していくっていうかね、その方がパラレルワールドを表現する時にはよく考えたら適切っていうか自然なんですよね。そういうことをやっている作家っていうのはこれまでいなかったんで、彼すごい面白いと思います。ものすごく面白いと思います。あのちょっとウェブサイト見つけられなかったけど、インスタグラムありました。ハンユンゼであの調べたら出てくると思うんで、あの僕もフォローしてるんで、あのその辺から見つけてもらってもいいですけど、パイナップル王国みたいなあのアカウント名だったと思いますね。ということでね、あの、まあ、全体的にはそうでもなかったと思うんだけど、まあ、あのハンユンゼさん僕すごい面白かったです。またどこかでね、作品見れたら嬉しいと思います。はい。以上になります。はい。まあ、これはもう軽くいきました。はい。芸大の、博士課程展でした。はい。ね。まあ、今年あんまり知ってる人がいなかったっていうのも、まあね、もしかしたらね、ちょっとね、僕の中で影響しているかもしれないですけどね。はい。はい、で次もね、またね、映像切らないやつ出しますね。映像切らないやつね。で、僕ね、あんまりちょっとね、これね、細かく見てないから、それほどね、話せないんですよ。で、まあ、博士展のと一緒にですね、芸大の陳列館っていうのがありますね。横になんかこうくっついてるところ。で、横にくっついてるっていうか、あの要するに、芸大 あの美術の方のね、入って、右手にあるのが美術館、左手にあるのが陳列館っていうんですけど、その陳列館、左手の方ね、でやってたパブリックデバイスっていう、展示で、作家は、ちょっと待ってね。あ、作家は多分いっぱいいるんだよね。いっぱいいるんだけど、僕がチェックしてるのは、いっぱいいるんだろうけど、林千穂とか、相田誠、西野達さん、小谷元彦さんなどって書いてある。あんまりこれ、でこれもね、僕はあんまり面白くなかったのよね。すごいいいと褒めてる人がいるんだけど、何を褒めてるのかちょっと分かんないんだけど、教えてほしいんだけど、まあこれ率直に教えてほしいですよ。じゃあ見ましょうか。これ千穂ちゃんですね。千穂ちゃんの映像で、あの千穂ちゃん、僕あの牛もででやった時とすごい似た映像なんだけど、あの犬、なんか動物ね、動物、最近やっぱこう動物とか植物とかにすごいこう興味を持ってるから、それでね、こう動物のね、首がすっ飛ぶみたいなね、映像を作ってて、これですね。これ、このあのワンちゃんが真ん中にいますよね。このワンちゃんのね、首がなんかピョーンって飛んだりとかね、ピョーンって戻ってきたりとかね。ほいでなんかこう手でなんかこんなのとかね、なんかちょっと魔術みたいなね。でなんかあの多分あのプサさんなんかあのこ何やってるかよくわからないと思うんで、後から聞いてくださいって言ってたんだけどね。ちょっとね、聞いてないんでわからないです。その聞いてないんでわからないんだけど、でもまあ、林地方ワールドでしたよ。それは間違いないですよ。ね。ただちょっともうこの場所しかちょっともらえてなかったんで、まあ他に結構ビッグな作家多かったんだね。あの、青木の絵さんとかも出てるしね。青木の絵さんっていうか、青木の絵さんのその、まあ、なんていうかな、この、アーカイブみたいな感じなんですけどね。で、出てたりするんで、まあなかなか場所もらえなかったんだろうね。はい。うん、まあこういう感じで置いてあってっていう感じですかね。まあインスタレーションっていう感じではないかな。なんか小道具置きましたみたいな感じになっちゃってるんだよね。だからもったいないんだよね。もっとね、これが動画ですね。あ、こうなんか犬をこう撮ろうとするんですね。宇宙の中にいるね。でも撮れないみたいな感じだったかな。うん。捕まえようとするんだけど捕まえれないみたいな。で、これ相田さんのところですね。
相出さんがあれどこだったかな、どっかの美術館でね、あのこのあのあの国会議事堂があって、その上にこう悪魔みたいなのがビューッとこうあの指をすこうこう垂らしてるみたいなね、そういうやつのこの指のところ、その制作過程みたいなのっていうか、モニュメント・フォー・ナッシングっていうシリーズです。あ、違う、ごめん間違えた。それは違うんだけど、これですね、ここにあるのがその国会議事堂ね。で、これ本当はここにこう指がこういうふうに来てたのね、という作品ですけど、で、あのその他にもモニュメント・フォー・ナッシングの、っていう段ボールで作る、モニュメントで、モニュメントっていうじゃなくて、ね、レリーフですね、の、まあ、作品過程みたいなのがこうアーカイブみたいなのでバーッとこう貼ってあったりするっていう、そういう作品ですね。でまあ、これ東京ビエンナーレに関連するものでやってたのかな。はい。あ、これ西野達さんですね。まあまあこんな感じですかね。これあの小沢剛さんがあのこうピョッとこうあの愛知でね、あの小学校のプールがあって、プールが使われてないプールがあって、プールのところをこう切り抜いてその部分だけ建てるっていう、まあ巨大なね、10メートルはない、8メートルとかだったかなの、それの、まあ結局これ解体されるわけですけど、それのこの過程ですね、建てるまでと壊されるまでの過程がアーカイブされているっていう、そういう展示。これ多分手島さんですよね、のあれですね、くす玉、これ割ってもいいんじゃないかと思うんだけど、うん、まあまあこんな感じで、これ1階ですね、1階ですね、これあの爆弾の形した陶器のやつね。まあ1階こんな感じですね。まあまあ、まあ、ビッグネームたちのの皆さんの、まあ、作品が展示してあるっていう感じですね。で、まあただですね、まあメインはですね、まあこれ青木直さんですね。ですね、あ、これは元のあれで、なんかあのあれですね、あのなんだっけこれ、あの長崎のね、まあまあまあそんな感じですね。はい。でこれですね、これは良かったです、やっぱり。あの小谷さん、小谷さん最近いいですね、本当にね。去年のベスト3も僕選んだけど、これすごい本当に小谷さん良かったと思う。真っ白な彫刻なんだけど、ピョッと立っててでね、なんかと高さ合わせてんだよね、あの何だったか忘れたけど、なんかと。でここはアメリカのマークあんのよね。でこれタバコ吸っててさ、女子高生がね、これすっげえかっこいいのよ、タバコ吸っててあってね。かっこいいよね、めちゃくちゃかっこいいよ。でこれはすげえいい作品でした。だからこれは気合い入ってるなと思いました、新作だしね。ただまあこれ全体的にはなんかパブリックデバイスってどういう意味なのかあんまりよく分かんなかったし、その彫刻の象徴性と高級性、まあまあ問題としてはわかるけど、それなんかあのどうやってアーカイブするかみたいな話になっちゃっても別にそれはあんまり面白くないような気がするしね。え、まあなんかこう力の入るようにすごい差があるんですよね、作家の。だからいい作品もあるんだろうけど、なんかあんまり展示としてもあんまり面白くなかったんだよね、僕ね。なんか勉強になる感じがして面白いのかもしれないけど、これあの驚きがないんですよね、驚きがね。そのアーカイブっていうものを重視するんだったら、そういうキュレーションっていうことにしてくれてもいいんだけど、だとしたらね、それこそ千穂ちゃんとか入れる必要ないと思うしね。なんで千穂ちゃんとか入ったのかよくわかんないからね。だからやっぱりもうちょっとこう、なんていうかな、物が見える展示にしてほしかったなっていう感じがする。やっぱり僕これツイッターに書いたんですけど、あのやっぱキュレーション先行になるとこういう展示になるんですよね。あのやりたいことあったんだろうけど、あの作品がやっぱ見えてこないと、あの展示からよくわかんないですよ。あの僕は作品が好きだから基本はね。あのだからやっぱ物がもうちょっと見えてくる展示にしてほしかったなっていう感じかな。でやっぱ小谷さんだけ外にあるんですよ、場所が全然違うところにあるんですよ。だからやっぱこれだけポーンとやっぱ一発で見れるんで、あの作品としてしっかり見れるっていう感じがしましたよね。で小谷さんすごい気合が入ってたみたいですけどね、あのこれすごい良かったですよ。まあでもこれに出会えたから良かったですけどね。はい。
まあだからね、あのキュレーションって難しいですよね。何言ってんだ俺。で、あのパブリ以上パブリックデバイスでした。あので、まあキュレーション難しいですよ。やっぱあのキュレーションってプロフェッショナルの仕事ですよね。だからやっぱりあのコントロールしすぎてもいけないし、コントロールしなさすぎてもいけないっていう難しいところがあって。まあちょっと作家数多すぎるしね。なんかまあいろいろやり方はあったと思うんだけど、まあちょっと失敗だったと思いますね。はい。ただ、どうなのかね。まあまあ、あの、小谷さんに会えてよかったです。っていう感じでしょうか。あと、千穂ちゃんまたあの説明聞きたいです。教えてください。ね。たまに見てくれてるみたいなんでね、千穂ちゃんも。はいはいはい。おい、そんなところですか？ね。ということでね、いいねと、いいねお願いします。いいね。もう皆さんチャンネル登録はしてくれてますか？大丈夫ですか？ね。いいねお願いしますね。はい。じゃあそろそろですね、本気になっていく感じですよ。そろそろね、ね、作品カットっていうかね、していくやつです。行きましょう。行きましょうね。これはですね、ちゃんとツイートします。駒込倉庫でやってる、まあ、リーさんですね。リーサヤが、企画したサステナブルスカルプチュー、サステナブルスカルプチャーですね。これはあのツイートもするし、どれだっけ、こうやってほこれか。ちょっと待ってくださいね。これはね、ツイートさせてください。よいしょ。皆さん見ました？展示が文化祭みたいな混み具合なのか。まあそうなんですよね。そうそう、文化祭みたいね。なんかやっぱりちょっとキュレーション、僕あのキュレーターってやっぱ難しいですよ。あのだからどれだけさ、あのあれでだと思いません？ああいうの見るとさ、あのやっぱり美術館のキュレーターってさ、ある程度力があるんだなっていうのを思いますよね。やっぱり美術館のことをちゃんと知ってるっていうかね、その間の所属のキュレーターってやっぱ必要なんですよ。あのその空間の使い方っていうのがよく分かってる人じゃないといけないし、あのやっぱり、違いますよ。あの館にちゃんと所属したキュレーターっていうのは絶対必要ですね、あのと思いますよ。はい。なので、多分陳列館っていないんですよね、そういう人がね。だからまあその辺のアドバイスがもうちょっとあったら違ったかもなと思いますね。はい。では次行きましょう。ですね、ちょっと作家数多いのでですね、名前はあれですけれども、ですね、駒込倉庫で行われておりますサステイナブルスカルプチャー、という展示についてですね、行きたいと思います。これ大変素晴らしい展示です。もうね、あんまりね、期間ないと思うんでね、もう今すぐにでも行ってくださいね。これ絶対見るべきです。はい。若手のですね、素晴らしい作家たち、ここに今名前バッと出てます。こういう作家たちがですね、まあ、リーサヤさんですね、リーサヤギャラリーのリーサヤが、まあ、企画して行っております。駒込からも歩いてすぐです。ちょっと場所分かりにくいかもしれないですけどね。はい。ぜひ行ってください。まあこういう場所です。まあ、こういう場所ですね。はい。でごめんなさいね、ちょっとね、日差しでちょっとね、あの飛んじゃってるんですよね、これ多分。すいません、ちょっとこの写真ね、ものすごい日差しが入るところで日差しで結構飛んじゃってるんだけど、これでいきますね。こういう場所です。でまあ外はね、多分グラフィティみたいライターみたいなのが確か最初に書いたんじゃなかったとかと思うんだけど、そういう場所ですね。でここですね、ここにこう吊り下がってるのありますね。これ二藤健人君ですね。で彼はずっと重力の話をやってる作家ですから、これあの
まあ、家族の誰かですよね、でやってるんですよね。でこの上の方にですね、まあ、もう一個作品がありまして、それは子供の子供の、子供からですねニョキニョキってこう生えてるとね、つまりこうなってるのとこういうふうに下に下がってるのっていうのがこの、ここねこの、天井を境にこう上と下にこうピュッとこう分かれているとこういう作品になってるんですね実はね。はい、これ意外と気づきにくいからね、もうちょっと分かりやすくやればいいのにと思ったけどね。まあまあこういうガラス張りで倉庫、まあ本当もともと倉庫だったところ、はい、これかっこいいですね。はい、まあまあこれありまして、はい、まず折原知恵で折原さんですね。で折原さんなんです。おっと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 。で折原さんなんですが、これが、線香の松ね、これ実は松なんですけど全部線香なんですね。でこの枝、ごめんなさい、幹のところも全部、線香でできてます。だから全部燃えますね、そういう、作品ですね。でまあ、彼女はもともとは岡本太郎賞で、年子賞かなを取りまして、その時はおせんべいでですね自分の折原家っていう墓を作ったんですね。でなんでおせんべいかっていうと彼女家が おせんべい屋さんなんですね。で5人兄弟かなんかのね、4人兄弟だったかなかなんかのね末っ子なんですよ折原知恵、女の子ね。でお父さんはね、なんかあのお兄ちゃんとかに、お父さん言ってたけどお兄ちゃんとかについてあのゲームとかについていけなくてよく泣いたりしてたんだとか言ってたけどね、今はなんかね結構強い感じの強がりな感じの、人に育ってますけどね。助手やってたんだけど今年で最後だと思いますね。先端でね、でそういう作品でこれ火つけて燃やしたりしてたみたいですけどね。でこれ結局最後は全部灰になるんだっていう、まあ常にですね彼女はあの生と死っていうものにこうずっとこう、テーマを持っている作家なんですね。でもともとなんかはちょっ と、お寺とかに行ってたことがあったみたいで、そういうところからもですね、まあ影響を受けてるみたいですね。ただ僕なんかね彼女のね死の受け取り方ってなんかねなんか変だなと思うんですよね。何なんだろうな、なんで線香なのかな、よくわかんないんだよな。せんべいで墓作るとかね、線香で待つっていうのもよくわかんないでしょ。なんか似てるからかな見た目が。でも異様に作り込むんだよね。で折原さん多分やっぱ死の感覚がね多分ね人と違うんだよ本当は。だからなんかね折原そうだね、だからそこをなんかねもうなんかもっとわかりやすく表現できそうな気がするんだけどなね。すげえ分かりづらいっちゃ分かりづらいんだよな、なんか。あの自分の涙とか汗からね、全部作った汗でなんかあの塩を大量に作りたいとか言ってね、言ってたこともあったけど、なんかそれとか怖いでしょ。だから、めっちゃ怖いよね。だからね、あのね、生きるってことの中に死が含まれてるってことがあまりにも自然なんだろうね、彼女の中で。でそれってやっぱりさ普通の人はあんまり感じないことでしょ生きてる時に。それがねすっごい自然にこうある人なんだろうね。だからそこをこうあの二項対立的にバッとこう分けてるっていうことがとできてない人だから、しない人だから、だからこう表現がねこうなんかこうあのぐる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 ねこう一緒のところにねギューッとこうねねじ曲がってるみたいなね、そういう感じがするんだよね。まあそういう作家ですよね、面白いですよね。あのちなみにこの作品ね、あのうちにありますよ、 S ハウスにあるんで、見たい人は岡山まで来たらいつでも見れます。まあ今ちょっとね開けれてないんですけどね、すいません。あのうちの両親もなかなか年なもんで、感染症の問題があってちょっと開けれてないんですけども、またね開いたらぜひ見に来てください。普通にあのありますんで、はい。おい次、あこれですね、はい。まあこれディテールですけどね、ディテールもよく起こってるんですよ。まあ上手ですよね、どんどん上手くなってますね。たくさん作ってますからね、これも。これちっこい方です。で、これ下も全部あの灰です、これね。灰はなんかもらってくるんじゃなかったかな、どっかから。どっかのお寺から。そういうの上手いんですよね、彼女。すごい。どっかからもらってくるみたいな。そういう能力大事ですよね。はい。
あでこれをねチーンチーンとか鳴らしながらこうお線香が燃えてくっていうのをずーっと撮ってるってこういうやつですね、はい、でこれも別にちょっと分からなかった。これね掛け軸なんだけどこれ立体になってるっていうね、うん、でここがこうこういう風にピュッピュッてこうやって消えてるじゃない。これがなんていうのかな、このコンピューターで消したみたいなね、シュッシュッて消したみたいな、そういう感じになってるんだよね。これすごいかっこいいかったですね。僕この立体があるよりもこれだけの方がかっこいいんじゃないかなって気がしちゃったけどね、僕はどうしてもね、という気がしまして、ちょっとうるさい感じがするかなって感じがした。まあそれ僕ねあれかもしれない、そのお茶席のイメージがあるかもしれないけどね、はい、まあこう見えてね茶道もね僕免許持ってますからね、はい、まあそういうイメージがねどうしてもついちゃってるのかもしれないですけどね、はいはい、これ何さんなのかわからないんだけどね、これまあ彫刻ね、はい、これ誰だったかな、これも名前言った方がいいかな、一応あるかこれ、これかこれあるわ、ねさっきのがね入江さやさんですね、これが入江さやさんかな、うん、恋のち五島龍出すと、ほう、これ掛け言葉にしてんだな、ファイブヘッドドラゴンダストにしてるけど面白いね、恋のち五島龍、五島龍かな、ダスト、なるほど面白いね、タイトルいいね、これすごくいいじゃないですか、へえ、消しゴムで消してるんだって、あ、骨董品の掛け軸を消しゴムで消してんの、そのカスを素材として、なるほどそういうこと、えぐいね、えぐいことするな、えぐ、うわなんか心が痛むな俺そういうの、でもうわでもすげえな、まあまあ復活させてるからね、そういう作品ですか、なるほど、いやーえぐいっすね、こんなに消しカス出る、めちゃめちゃ、でもこんなに、あーでもあれか、本画だからあれか、あの布だから大丈夫なのか、削れてないのかな、すっげえ、これはそういう作品だったそうですね、これが七唐揚げ綾乃さんですね、七唐揚げ綾乃さんね、うん、まあ風化していく木の姿みたいなね、これ気持ち悪い、こう、うーってこうなるようなね、こういう感じですよね、なんて言うんでしたっけこういうのね、柄がね、そういうやつですよね、こっちすっげえ綺麗なんだけどね、リーさんがそういう作家が好きなのかな、大野綾子さん、あこれなんか詩みたいな書いてあるな、これちょっと分かんないな、分かんないけどすごいかっこいいですよこれ、ミニマルでね、はい、でねこれがね、紹介したことあるでしょ、宮原貴博くん、宮原くんやっぱいいっすよ、ね、はいはいはい、まあ、石についてね、石、これがね、石がね、動いたりしてるの、これ。ここって。まあ、中に多分磁力が入ってるんだろうと思うんだけど、そういう感じ。これ動いてるんですよ。ここって。で、その後、こう、石がこう汚れているので、汚れがこうついたりしてるのね。うん。これ浮いてるのね。これも磁力で浮かしてると思う。ここでも割ってるっぽいよね。割って入れたのかな。これはまあ、宮原くんに直接ね、また聞きますよ。宮原くん出てもらいましょうかね、これね、動画にね。うん。ゲストとの対談みたいなのもやろうかなと思ってるんですよ。まあ、いろいろやってみようと思ってるんです。ね。うん。はいはい。はい、で、これは丸いんだよね。これちょっと、そのままだったんだけどね。はい、で、これはね、これ面白いよ。これが、石からね、こう、USB でこう、繋いでるわけよ。で、ここにプロジェクターがあるわけね。で、ここにノーシグナルって出てんの。当たり前だろっていうね。でもいいよね。ただね、これ僕ね、これすっごい良かったよ。これもね、どうやって立ってるのかよくわかんないんだけどね、これめっちゃ軽いのかな、どうなってんだろうね、これ。あるいはここに、ね、中にこう、ブワッと浸透してるかどっちかだと思うんだけど、うん、これもう、これだけでものすごい違和感あるでしょう。こういうことをやってるんですね。で、宮原くんの作品はすごいいいと思いますよ。僕ね、要するにね、これ、本当にいろんな問題が絡んでるんだけど、この作品。
簡単に言うとね、石の存在論やってるんですね。存在自体がどこにあるのかっていうのをですね、確かめることをやってるんだよね。で、前回僕、紹介したのがリーサイでの、リーサイギャラリーでのグループ展でしたけど、真っ黒い、まあ、光を 98% 吸収する黒の色を、まあ、いろんなものに塗ってですね、塗るという作品だったんですけど、それはやっぱり存在論の話ですね。で、その時に光が大変重要になるっていうふうに、前回の作品は作ってたわけですけど、今回は、またちょっと違うわけですね。今回はまあ光の問題でももちろんあるんだけれども、これが空間の問題とかですね、あるいはですね、そのデータの問題とかですね、の方に広く、どういうふうに広がるのかっていうのをこうちょっと垣間見せてくれるような作品なんですね。で、問題は全て石にあるというふうにですね、で、石にはまあ意志がないという、石にはですね、こう意識がね、基本的にはないというふうに思うわけだけれども、ならばですね、石の存在量って何なんだろうってことなんだな。つまり石の時間性とかですね、石の表面でもいいんだけど、石の 物理的なね、表面性、そういうものを考えたときに、まあ、あらゆる問題が実は抽出されてくるわけですね。そこにこそ彫刻の問題も当然あるし、現代のにおけるですね、存在論の問題、射程っていうのは、まあ、広がっているはずなんですね。それをかなりですね、シンプルな形で見せることができるようになってきているのは間違いないですね、彼。これ相当くだらないけど面白いよね。僕これすっごい好きだったね。ノーシグナル、いいよね。これどうなってるのか分かんない、どういうシステムになってるのか分かんないんだけど、これどういうこと、これ本当につなぐところとか作ってんのかな、これ分かんないんだけどね。これちょっと今度また聞いてみますけどね。これすごい洒落てるよね。ね、ものすごくいろんなことができる作家なので、でもすごいいいと思います。はい、いいと思いました。はい、次、ナマズ。スクラップでやったですね、なんかこう、自分の家みたいなの作って、スクラップ集めてね、でこう焚き火したりとかいろんなことをするっていう、まあまあそういう映像とかもあって、っていう感じでしたね。で、これですね、これをこうなんか焚き火用マシーンみたいなのを作ってやってるっていうことですね。で、これ、長畑智弘、ジャポニカのメンバーですよ。ですね。はい。ともちゃんもここで作ったんだと思いますけどね。ともちゃんってやっぱ、この、もっと本当はね、空間必要だけどね、でかいね、インスタレーション作ってやったら、また面白いんじゃないかなと思うんですけどね。アックスっていう漫画雑誌で連載してますけどね。ナンセンス漫画みたいなね。だから、僕らの世代よりもちょっと古いのよね。だけどね、ナンセンスの漫画って。だけど、ともちゃんそういうところからモロに影響を受けて、こういうの作ってるんですよね。これやっぱなかなか広がりがあるからね、本当はね。だからまた、もうちょっとね、なんかこう、もうちょっとなんかこう、なんていうかな、でかいね、場所で時間をかけて作らせるっていうことをやった方がいい作家なんですよね、本当は。じっくり考えて作るっていうことをやらせた方がいい作家だと思うね、本当はね。もう自分のスタイルみたいな半分を確立させちゃってるから、そこにやっぱり次のところをの一歩をこう、見せた方がいいと思いますけどね。はい。まあまあ、でも今はね、漫画やってるからあれなのかもしれないけど、まあまた次またやってくれるでしょう。まあこういうタイプの作家ってもう今本当にいなくなっちゃってるからね、もっと見たいですよね。これが竹内光太くんですか。公共のヌード彫刻ね、ラブドールの頭部をかぶせて撮ったと。ラブドールなんだこれ。ラブドール、最近こんなラブドールがあるんですね。そういうことらしいですね。はい、まあこれ全体上から見るとこういう感じね。はい、でこれ来ました、高橋さん。でね、高橋さんすげえんですよね。これもう何やってるか全然わかんないでしょ。これも作品っすよ、これ。光しかねえじゃねえかって言って。壁しかねえじゃねえかって。ちょっと寄るとね、うっすら見えてくるのわかります、これ。四角くこういうふうにこうなってるでしょ。でね、高橋さんは読んでやろう。本作は、これってさ、なんて読むの？香りにけって読んで、書いてなんて読むの？俺知らねえんだよ。
気持ちの気ね。これは何て読むんですか。後期でいいんですね。はい、後期。はい、後期ですね。香る。あ、これなんか何にも俺映してないみたいに見えるな。だけどこれ映ってますからね。はい。でこれですね、本作は香器を用いた作品である。独自に調合した香油、香りの油を壁に、これは塗布でいいんですかね、している。この、香油に含まれる成分は黄変性黄色くなるを持つようによう調整した。香器は数ある表現の中でも最も早く消失するものの一つである。本作は香器が完全に放散した後、いつか表面に現れるであろう黄変をその痕跡としたが、それはあくまで香器の代替物でしかない。香器は一個に残しうるか、これは実のところフィジカルな素材を用いた作品すべてが抱える問題でもあるとね。素敵ですね。素晴らしいね。だから匂いの問題ですよね。だからね、嗅覚の問題なんですね。嗅覚と視覚の問題っていうものをの交差点っていうところにですね、この作品があるわけですね。で、まあ色が出てくると、香りこそがまあ最も強いとも言えますね。香りってすっごい聴覚とかね、嗅覚ってすごく古い感覚なので、もともとあるね、なのでまずい、例えばこうガスとかこう匂ってきて、なんかおかしいぞみたいな、そういう感じであるし、こう臭い匂いとか一番耐えられないですよね。ね、で目で見る、何かよりも匂いとかの方が耐えられないじゃない。音とかも耐えられないでしょ。ピーとかで鳴ってたら耐えられなかったりするじゃない。でそういうものなんですよね。だから非常にプリミティブなところに作用するものなんだけれども、それがですね、色を持って現れてくる視覚の方に変換されている時に、実はまあこのジャンプがですね、感覚のジャンプみたいなところに芸術作品であるって考えてもいいんですよね。つまりそれは時間性の問題に関わってくるわけだけども、まあ言い換えればですね、これはラングとパロールっていうかな、会話っていうね、その音の揺れね、音の揺れっていうものですね、耳だけど、これは音の揺れっていうもの、空気の振動がね、あるっていうものが、残るっていうこともあるわけですね。それはですね、記述された言葉として残っていくっていうことがあるわけね。でここにはものすごい飛躍があるわけですね、本当はね。だから、まあ、それこそソクラテスって言葉残さなかったし、ブッダだって言葉残してないわけだけど、でもその会話っていうその空気の揺れだけでこう伝えていったわけだよね。それみたいなもんだと思うんですよ、後期って。でそれのリアリティみたいな、リアルなその揺れみたいなものをかろうじて残すっていうかな、っていうこと。そのだからその当時の誰かが作品を削ったみたいなっていう方がどんどん忘れ去られていくんだけど、かろうじて残っている部分っていうのがあって、そこを見つけて作品の本質までぐーっと入り込んでいくみたいなね、そういう作業を我々やってるわけよね、実はね。ね、であるいはそのどうでもいいようなところとか、後から付け足されたようなものをさ、間違ってさ解釈したりもするわけね。で僕はその間違い自体もいいと思うんだけどね。だけど間違い自体も歴史だから、いいと思うんですけど、そういうところに、いやでもかろうじて残る方に彼はかけるんだよね、やっぱり。でそこにも徹底的にこだわってみせるっていう、そのこうちょっとこう狂った感じを見せるわけですよね、狂った形でね。形も狂ってるでしょ、やっぱり。だってこれだけでもこれどうやって売るねんっていう話でしょ。でどうやって売れないから、まああのこのね、あの香水のあのあれあるじゃないですか、香水でよくこれあのよくくれるじゃないですか、香水屋さんで、あのこの先にこうピュッてついてるやつで、こうやってあの紙にこうやって匂うやつね、あれね、あれをこうキュッキュッキュッとこうね何本か置いてて、それ作品にしてましたね。はい、これすっげえかっこいい作品ですよね。はい、ね、高橋さんさすが。まあこういうふうにこうちょっとこう違いがね見えてました。ちょっとこれ何で貼ったのか分かんないけど、はい、ということですね。でこれがですね、真ん中、真ん中は西澤智美さんですね、これ。はい、インクジェットプリント、サーフェイスとかね、いろいろ書いてあるな。あれ、これはなんていう作品なのかな。インプレッション、サーフェイス、ラボラトリ
ああ、これなんか口紅となんかあれだったな。なんかかっこいい作品でしたけどね、形が。はいはいはい。で、これはね、大崎春樹さんですね。大崎さんって、まあ、芸大の芸文みたいなの出てるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、これ元3331で展示されてたけどね、うん、ここに寝転んでみるんですよ、ここに。で、そしたらここになんかデータみたいなのがバーっと出てるとね、これね。そういう作品ですね。はい。で、これ、徳山凡太郎ですね。で、これはね、これ何のデータかっていう、はい、これね、あの韓国のあの少女像ありますよね、慰安婦のね、あれを 3D データで撮るっていう作品ですね。はい、まあそういう作品です。で、これさっき言ったやつです。あの二藤健人君の、この下にあの一番初めに見せた袋みたいなのが垂れ下がってるのね。で、ここ子供の形してるのよ。で、これを、これは、ここにギュッとこう握った跡があるのよ。まあ、これ、あの、作品を僕は前回説明したんですけどね。リーサイギャラリーで、個展やった時の作品で説明し、個展じゃないか、グループ展か、説明してますけど、こうギュッと持ち上げるんですね。こうギュッと持ち上げるんですよ。あの、石膏かな、これ、いろんなものを混ぜたものをギュッと持ち上げていくっていう、重力をこう逆に引っ張っていくっていうことをやるとね。で、さっきの重力にグーッと引っ張られてるって、こういう作品なんですね。こういう、まあだから上下でセットの一つです。はい、そういう作品です。ね。あ、これもう一回さ、高橋さん撮ったのか。あ、これ実はだから、ほらほら、ここちょっと色変わってるでしょ。この辺とか。変わってたり変わってなかったりするのかな。めっちゃかっこいいよ、これ。あれ、これ何？あ、これあれか。これね、石黒健一さんで、これ映像なんですね。ミクロネシアの方の、あ、違うか。これ竹内康太さんかな。竹内さんのある公共彫刻についてっていうやつか。でしたね、失礼。で、これがあれですね。ミクロネシアのに、まあ、取材した映像作品、石黒健一さんですね。はい。まあまあ、そんな感じでした。はい。で、これね、全体的にすごいいいんですよ。で、まあ、いろいろね、好きな作家もそうじゃない作家もいるかもしれないんだけど、まあ僕、まあ宮原くんとやっぱり高橋さんを僕は推したいですね。激推しです。もう、で、まあ竹内康太さんとかね、もちろんもう今すごいね、売れっ子になってるしけどね、まあ二藤くんとかもそうだし、まあ折原さんもそうだね。だからすごいいい作家はいっぱいいますよ。で、まあ僕も直接関わりがある作家いっぱいいるわけだけど、本当にいい作家ばっかりです。で、でかい作品は出してないんだけどね、みんなね。だけど、彼ら、彼女たちの、コンセプトがですね、すっきりと分かるですね、とてもいい作品ばっかりですね、だと思うんで、ぜひ行ってみてください。彼らが行きますよ。これ見といた、変な言い方だけど、見といた方がいいですよ。彼らが行きます。僕らよりちょっと下ぐらい、まあ一緒ぐらいの人もいるけど、だけど、まあもう彼らが行きますから、それぞれね、スタイルも違うから、みんな、いい作品どんどん作ってくれると思いますよ。力があるから、アイデアもいっぱいあると思うしね。みんなで応援してっていうかね、どん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 作品をね、やっぱりね、見ていくっていうことが大事だと思うしね。これから本当に楽しみですよね。うん。ですよ。これ、もう勇気づけられる作家たちですから、なんか元気出てくるしね。すごい、いいですよ。ということでね、サステイナブルスカルプチャー、駒込倉庫の展示でした。はい、以上になります。はい。はい、ということでですね、皆さんぜひですね、いいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。はい。ということで、グループ展は終わりました、全部。グループ展は終わりましたね。何時間喋った ?1 時間20分。あと喋ろうと思ってるのが、質問あるかな？異世界も流行ってますね。あ、そう。
異世界転生みたいなやつ？アニメのことかな。まあ、ラブドールって言わなきゃいけないんですよね、今ね。これ、一応差別用語だから言っちゃいけないから。まあ、僕、ちょっと言わないようにしますけど。はい。で、まあ、あとね、言いたいなと思ってるのは、あのね、熊谷有紗ね、だから、あの、前回じゃねえや、去年僕が、ベスト3に選んだ熊谷有紗さんの展示もね、シェル美術賞でちょっと見れたりしたんだけど、いや、ちょっとそれ見る？あの、ちょっとこれ雑談です。雑談って言うと失礼だけど、もう俺、熊谷有紗って書いちゃってるな。あのね、シェル美術賞の方で見ようか。ちょっと待ってくださいね。こっちに入ってるのかな。あ、入ってる入ってる。昭和シェルがずっとですね、作品の賞を作ってて、まあまあ、あの、結構有力なあれなんですよ、賞なんですよ。で、なんだけど、去年ね、黒坂くんが撮ってたけど、で、今年も僕一応見に行ったんですよ。一応てか、まあ、明らかにその熊谷有紗が、そう、さんが、あの、展示してるっていうの知ってるから、それ見たいから行っただけなんだけど。で、まあ、あの、見てたら、まあ、こうやって見てたらどう思いますこれ。あの、僕、ごめんなさい、僕ね、個別の作品を撮ってない。だけど、あの、こういう感じ。あのね、抽象なんですよ。もうほとんど抽象。で、ただ、そのゴリゴリの抽象っていうのはないんですよ。まあ、もうこれはあれだけど、ゴリゴリの抽象っていうのはない。なくって、なんかね、ゆるふわ抽象みたいな感じなのよね。ね、だからなんでゆるふわになっちゃってるかっていうと、モチーフあるのよ、あのテキスト、あの、読んでると。これ一応テキストが全部書いてあるのね。だから、あ、これはね、なんかね、ちょっとね、雰囲気違って、まあ、ちょっと面白いかなと思ったけどね。でもやっぱり、あの、こういう中にあるからちょっと面白く見えるだけかもしれないんだけどね。うん、まあ、あの、家族をテーマにした作品でした。はい。で、だから、なんかね、やっぱね、ふわっとしてんだよね。うん、まあ、空間が難しいっていうのはもちろんありますけどね。こう N5 を豪華に使うっていうのもね、まだ流行りですね。はい。だいぶ前から流行ってるんですけどね。10年以上流行ってると思いますけどね。N5 モリモリってやつね。あ、これは違う。はい。で、熊谷有紗さんですね。で、これまでのシリーズと、の延長だと思いますけど、まあ、構図もいいですね。やっぱり、ベビーベッド。で、まあ、お父さんが亡くなったっていうようなやつがね、お父さん、あの、お母さんが、そのブティックやってるんですよね。あの、なんていう、まあ、あの、なんとか新地みたいなところですね。で、ブティックをやっててっていうことですね。で、枯れた花とかね、あの、なんだったかな、なんか、まあ、すごい話ですよね。あの、だからお父さんが死んで初めてお父さんがなんかこうと連絡取れたみたいな感じだったかな。なんか、あの、まあ、そうですよ。ごめんなさい、僕ら、ちょっと今適当に言ってるから、あの、あれ見てね、あの、僕の動画見てください。ベスト3、去年のベスト3で、あの結構細かく説明してます。はい。で、まあ、こういうね、作品なんだけど、まあ、かっこいいよね、うん。で、これは陶器の虎っていうね、ありますよね、陶器の虎って。意味わかんない虎ね。あれの表面性ってなんかよくわかんないよね。あの、ものすごいつるっとしてるでしょ。あれ何で塗ってるのか知らないけどね。あれの感覚をこう書いたりしてるわけね。あれの質感っていうのが書きたかったんだろうね。確かにあれって、あの質感、あの、なんていうかな、その虎っていうよりも、あの質感自体に意味があるよね。うん。で、まあ、これはなんかお父さんがなんか子供たちに、あの、エアージョーダンあげてたんだよね。うん。そういうあれですね。で、その新地のこのおっちゃんの服みたいな。あ、でも家族なのかな、ちょっとわかんないんだけど。で、これは花ですね。で、パラレルラインっていう作品なのか、これ。だからこれ人生の違うパラレルラインがあったっていうことだろうね、これね。うん、これが、まあ、めっちゃいい作品でしょ、これ。ちっちゃいんだけど、ものすげえいい作品だったね、これ。うん。服がいいかなと思ったけど、やっぱこっちいいね、最近。このあの、ドライフラワーかな、これ。これすげえいい作品でしたね。うん。はいはい。まあ、僕これを見に行ったんですよ。ね。はいはい。で、熊谷さんなんか、ギャラリー小柳でこれらの作品を見れるらしいんで、ただね、やっぱね、あの、国立新美術館難しすぎるわ、あの空間。あの空間めっちゃ難しいですね。で、しかも、こう、なんか、ショーの空間だから、なんか、本当にね、東京都美術館のなんとかショーと同じ感じなんですよ。
だからこの空間でさ、こういう名前、こんなこのさ、こなんか名前があったりしてさ、これでこういうパネルもこんなパネルだからね。でこれでね作品見るのってやっぱきついね。やっぱりこういうなんていうか環境の整備って大事だなと思いますよね。だから絶対ギャラリー小柳で見たらもう全然違う見え方すると思うんで、数日間しかなくて予約制みたいなんですけど、写真作品とこの作品ですねが見れるらしいんで、あの大きい、あこれは大きいけどね、このあの虎の置物は大きいけど、その他大きい作品ではまあこれも結構大きいか、だけどあのまあそんなに大きい作品じゃないんですけど、あのまあいいと思うんでぜひ行ってくださいね。はい、こういうの話してたらあれかな、時間だろなくなっちゃうかな。あごめんなさいね。でこれちょっと一回戻しますね。さあ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 、そろそろですね、じゃああとはですね古典について話しますね。で古典で話したいのが山形一成、村山五郎、伊藤信明、まあ内藤麗さんとかはいいか、江野中さん、江野吉中でもそんなもんかな今日。ああ松田くんがいた、松田くんから行こうかな。早くも今日久しぶりだから早くも疲れてきたな。これもう一回ツイッターとか書いた方がいいかな、もういいかな。一回書いとけますかね、もう一度だけ一応ね、もう一度ぐらい書きましょうか。ここからは古典を紹介していきますっていうのを書きましょう。間違えた、これはどうすればいいかな。なんか聞きたいのとかあります？早く。コロナや国別、コロナは扱ってる人いっぱいいますよ。黒人差別も いる、あのね黒人差別あんまりないですね。というのが黒人差別やっぱ入りにくいですよね。あのなんていうかな、リアルにこれ我々やってないのでちょっと難しいですね。ただその運動っていうかな、あのことに関してはやってる人いますよ。黒人差別を自体を扱って作品を作るっていうのは結構難しいんじゃないかな。差別みたいなところに抽象化して作品を作ることは可能かもしれないですけど、まああるか、でもあるっちゃあるかな、うんっていう感じですね。あのコロナに関しては後から村山五郎があのコロナやってます。で黒人差別じゃないけど差別に関してはね、ちょっとじゃあ話そうかな迷ってたんですけど話しますけどね、千葉大二郎くんっていう作家が A と A 子で展示してるんですけど、彼はあの黒人差別じゃないですけど、プロテストですね、デモ、について、影響を受けて作品作ってますね。だからそういう作品は作家はいますよね。だからあの黒人っていうところに限定するとちょっといないような、いないっていうか、限定されたのはないような気がしますね。まあ大体でもアーティストってそうだと思うんですけどね。ゴロちゃん聞いてんの？じゃあ先にゴロちゃんやる？でもゴロちゃんについてね、ゴロちゃん話すの結構難しいから、ゴロちゃん参加してくれてもいいけどね、別に後から最後に参加してくれてもいいけど、ズームとかで。じゃあちょっと松田くんから行かせてください。松田くんから、じゃあゴロちゃんの参加するんだったらさ、あのこっちで用意するから言ってね。どれだったかな、あれオフィス、はい、じゃあ、松田治、こんなはずじゃない無人島プロダクション、についてですね、いきたいと思います。これ資料があるのかな、ちょっと待ってくださいね。資料があったら資料を見ながらやりたいんですけど、あ資料ないな。あそういえばなんか紙とかもらってない気がするな俺。じゃあ行きますね。これは DM、 僕実はね無人島プロダクションね新しくなって初めて行ったんですよ、すいません。なんですけどね、松田治ですね。まあ我々少しまあ
チンポム世代ぐらいのね、アーティストです。芸大出身ですけれども、もともと尼崎出身で、の作家ですね。で、本当にですね、話聞いたらですね、すげえ、自分ではこうスラムで育ったと言ってるけど、本当にすごい。すげえ場所なんだなと思いましたね。で、それこそね、先ほどそのコロナについての質問っていうのがあったので、ちょっとその関連で松田君から聞いたことを言うとね、いや、そのコロナって10万円もらえたじゃないですか、全員国民全員に10万円、あれ世代だ、1人でしたよね、10万円もらえましたよね。でも松田君のね、家の近くに住んでたね、知り合いのおばちゃんなんかもらえないんだって。なんでかっていうとね、戸籍がないらしい。で、やっぱりいろんなところから逃げてきた人とかがいると、戸籍がないのかどうかわかんないんだけど、そういう状況になってるっていう人がいると。で、こうやっぱりもうそれって本当はさ、むしろ救わなきゃいけない人なわけですよ。直撃受けるからね、そういう人たちって。もちろん税金払ってないかもしれないよ。だけど、払ってないだろうね。だけど、でも消費税とかは払ってるわけだし、で彼ら暮らしてるわけだし、でもそういうものがないっていうことは、健康保険もないわけでしょ。だから社会保障を受け入れてないわけですよね。で、やっぱり彼らをどうやって救うかっていうのは、やっぱりすごい大きな問題でしょ。で、そういう問題がやっぱり出てくるんだっていうことを、言ってましたね。やっぱりそれすごいなと思います。で、やっぱり彼らにはそういう視点があるんですよね。やっぱりそういう作家はすごいですよ。もう全然もう視点のレベルが違うなっていう感じですよね。いや、すごいですよね。松田君はやっぱすごいです。僕はもうね、初古典からずっと見てるんですけどね、十数年ですか。大好きな作家ですね。初古典からもう大好きです。で、これですね、それこそ黒人差別じゃないけど、差別問題がね、いろいろ話になってるじゃないかっていう、ことをですね、この真面目ぶった顔で、言ってるわけですね。で、私はなんか最も重要な差別を見つけたみたいな感じになるわけです。それについてやりたいと。ね、ハゲ。ね、頭皮が薄いと。ね。で、それに対して提案しますみたいな感じで、自分が丸、ハゲになってねこの表情で、こういろんな髪型をするというこんなやついないですよね。で、ほんとこれね、切った直後みたいでね、この辺にね、髪がいっぱいついてるのでね、めちゃめちゃ汚らしいんだけどね、こういう先ね、排除の構図と、ね、The Structure of Elimination っていう、作品なんですね。はい。わかんない。でもこういう、作品ですね。はい。こういう、いろんなところでいろんなことを言いながらっていう。これはですね、系統的にはですね、前の古典でやってたさよならイズムっていう作品があるんです。これもすごくいい作品なんですよ。さよならイズムってね、松田君がね、なんとかイズムってあるじゃん、なんとかイストっていうのあるじゃん、だコミュニストとかなんかね、そういうやつ、ファシストとかそういうやつを全部松田君が演じていくんですよ。で、それを、なんとかみたいな感じで、ブワーみたいな。で、なんかこう、真面目な人なんとか、なんかそう全部演じていくっていうだけの、それがね、何十もあるのよね、ブワーってあるの、よくやったなと思うけど、そういう作品。ね、それを全部並べて相対化するっていう作品なんです。あれ、国際的にも通じると思うけどな、俺。うん、松田君なんかどんどん映像とか、僕はなんかビメオとかに流してもいい気がするんだよな。それも映像自体、画質が落としたりとかしてな。で、そしたら僕すっごい海外でも受けると思いますね。分かりやすいから、松田君って超ストレートで。しかもその、なんていうかな、それこそスラムみたいな、そういうところの感性みたいなものがこう出てるっていうのは、やっぱり分かると思うんですよね。分かる人多いと思うんですよ、グローバルに。だからすごいいいと思うんだけどね。あ、これはね、これなんか自殺マシーンみたいなやつでね、こうね、ここに、僕はここに立ってよかったのかどうか知らないけど、これ立って僕やってみたけど、ここに釣り竿があってね、ここにこう輪っかがこうピョンピョンピョンって、こう輪っかをこう首がかけれる輪っかがあるんだけど、かけれないので、ピョンピョンピョンってなってるからっていうマシン。はい。ね。
これは下から撮ってるのかな俺。うん、これ釣り竿ですね。ね、こういう風になってます。はい、次。これね、ごめんなさいマシンですね。誰か、自分の代わりに謝ってくれる。ただひたすらこいつが謝ってくれるんですよね。そういうマシン。あ、これはね、後から説明しましょうかね。これね、なんかね、松田くんがね、これね、なんとかって名付けたって言ってたんですけど、ちょっと忘れちゃった、ごめん。これをね、たくさんのところで持ってるんだけど、要するにホームレスの人たちがこう持ってるこの中の塊みたいなのあるじゃないですか。ものすごくうまいこと、入れてますよね。あの技術あるんだと思うんだけど、それをがすげえと思って、こういろんなところで撮ってるっていうね、そういう作品ですね。でね、これ結構重要な作品だったと思うんだけど、ただ単にね、ハイ、ミドル、ローっていうだけなんだよね。めちゃめちゃコンセプチュアルなんだよね。で、ハイ、ミドル、ロー、ね、どこがハイでどこがミドルでどこがローなのかって分かんねえじゃねえか。ただそれだけなんですよ。どこがどこっていうのをいろんな作品をやりながら、ハイ、ミドル、ローって言ってるだけなのね。で、これはね、街中のね、まあ言ってみればグラフィティだな、を探したわけだ。で、この世紀のってなんか、男子便所になんかもう必ずと言っていいぐらい書かれてましたよね。でもね、今ほとんどないらしい。結構探したらしいんですけど、松田君5、6個ぐらいしか見つからなかったっつってた。で、これでもなんか微妙にオリジナリティがあって、これとかはなんか体がついてるんですよね。そうね、あ、これとこれ違うな。これとこれ違うけど同じ人が書いてますね、これ多分ね。これもこんなのね。これボールペンで書いてるね。で、これなんて書いてあるか分かりますか。結局、Who are we? Who are we? Where are we going? Where are we from? Where are we going? ね、 Where are we from? Who are we?ね、これはどうなってるの。これは二重で重なってるな。はい、で、これどういうことかというと、これあれですよ、ゴーゲンですよ。我々は、どこへ行くのかのやつね。我々はどこから来てどこへ行くのかね。あれ、我々とは何かってやつですね。で、それとこれを、合わせてるわけね。くだらないっちゃくだらないけどすごいよね。そういう作品です。はい、これハイ、ミドル、ローね。うん、これなんか鉄格子のやつもすごいよね。うん、はい、僕これすごいいい作品だと思いました。ああ、そうかそうか。ライト、レフトっていうのもあるのか。ハイ、ミドル、ロー、ライト、レフト、なんとかみたいなのかな。縦、え、上下左右っていうタイトルだったかな。うん、上中下左右みたいな感じだったかな。はい、これですね。ね、これもフランス語でね、元の言葉で書いてあるってやつ。あれね、ゴーギャンのね。はい。あ、そうか。で、僕ね、一つ作品が撮れてないんだけど、本当はメインの作品があって、メインの作品は、お母さんがですね、松田君のお母さん、まあ、スナック太平洋っていうスナックをやってたんですね。すごいちっちゃい頃からやってて、で、それがですね、結局ですね、このコロナ禍でですね、閉めることになったんですね。で、お母さんにインタビューをして、で、お母さんの声ではないんだけど、お母さんのその声を真似たような松田君、こんにちはみたいな感じで、お母さん出てこないですよ、本人は。だけど、それをお母さんがこれまでの人生っていうかな、をちょっと語るみたいな話なんですね。で、まあ、お母さんはその尼崎で生まれてて、で、まあ、そのまま、水商売に入っていくわけですけど、まあ、すごい商売っていうか、まあ、ものすごくいい人だったんだと思うんですね。で、まあ、お父さんは人生で一度も働いたことがないのが自慢のような人でっていうふうに言ってて、まだ生きてらっしゃるんだけど、な人で、まあ、自分で稼いでいかなきゃいけないからっていうことで、まあ、3人いるんですね。松田君長男で、あと弟が2人いるんだけど、で、まあ、本当はなんかスチュワーデスになりたかったとかね、なんか笑っちゃうような話がいっぱいあったりとかしてね。それをね、そのスナックにあった椅子ね、本物の椅子、その何十年も使ってたんだろうね、
その椅子に座って聞かされるのよ。で俺なんか何も思わずにこうやって座って聞いてたんだけど、なんか椅子があるからね。で、あの皆さんご存もうお気づきの方も多いと思いますけれども、その椅子が私のスナック太平洋ですと座っ使ってた椅子ですってなるわけ。うわーってなるわけ。すごいの、うわーこれかーみたいな、すごいのよ。なんかね、もう年季が、まあ年季が入って綺麗だけどね、もちろん手入れすごいちゃんとしてるから。でもまあスナックっぽい本当にね、あの椅子なんですけど、でね、まあ、すごい話ですよ。だからなんかもう本当にお金がないときは、あのね、ハムをね、ハムをあのこう切り分けて食べたとって言ってましたよ。で松田君言ってたけど、高校に入ったときに、高校から自分はまあ家を出てね、まあ、松田君頭良かったんだと思うんですよ。で、まあ明らかに頭いいんだよね松田君って。で高校に入った時にね、自分でまあガソリンスタンドで働きながら高校に通ってたわけだけど、その何、ハムをね一つ全部ね自分で食えるっていうことがね、めちゃくちゃ嬉しかったっつってたね。こう分かる、これすごいでしょ。でやっぱ松田君ってそこからアーティストになろうと思った男なんだよね。やっぱこれはね強えよこれは強えそりゃ強えわなって感じですよね。アイデアもいくらでもあるしね。やっぱすごい人です。はい。でもね、僕ねこの今回の展示で、そのお母さんの作品がもうまあ明らかにメインの作品ですよね。明らかにメインの作品です、ね、で、まあもう涙なしには見れないね。ではもう全部おもろいおかんなんですよ。でですけど、なんかねもうほんと感動するのよね。感動と笑いとね。だからもうすごいよ。あ、まあいいや。で僕ね、その中でもね、なんだけどやっぱりそのお母さんの作品とこのハイローミドルね、やっぱ僕これがね同居してるって、このめちゃめちゃコンセプチュアルのものがね同居していられるっていうのが松田修の本当にすごいところだと思うのよね。でこんなにね、あのシンプルに彼のコンセプトが出た展示って多分初めてだと思うんですよ。ですごい、ものすごいいい展示ですよ。だからまだやってんのかな、1月までやってんのかな。あ、やってるわ。1月までやってるんで、これもうぜひ見てください。もう本当にいい作品なんで、あのお母さんのやつをもう一回見に行こうかな。やっぱ俺やっぱすごいですよ。ね、はい。でこれね、コロナ中にやったやつなんですね。でこれどこまで見せていいのかな、まあ見せてもいいのかな、まあ、ちょっとアップにはしないようにしますね。でこれはコレクターの人といろいろこうなんかルールを決めて毎日やり取りするみたいなのを何個かあって、それをまあ作品として売るんだけどね。でやるんですね。これはあの好きな作、まあ、本の一節を読むっていう、そういうそれを交換するっていう作品ですね。でこれは毎日誰かに手紙を書くっていう、そういう作品ですね。はい。でこれはですね、1日1回アインをするっていうのでね、はい、これはあの伊藤信明の教え子ですけどね、アインうまいんですよこいつ、アインめっちゃうまいですよね松田くんよりうまいよね。で なんかねいろいろ凝ったことしててねこいつ、まあまあ知り合いだから、知り合いなんですよ彼女は。でこんなちゃんとね箱に入ってアインやったりね、こんなこともやってくれてね、ね、いろんなことやってくれてるんですよね。でもね、一回忘れて叱られてったっていうね、一日やるのを忘れてしまったっていう、そういうのとかもいいですよね。で、あのいやもうなんか2回分気合を入れてアインしなきゃいけないと思いますみたいな感じで、絶対反省してねえだろお前って感じなんですけどね、はい、まあまあそういう感じですよね。と思って見てたらうちの親父が出てきましたね、はい。パパプサ、花房薫が出てきました。花房薫で、これはですね、これ俺ですね、これ俺がなんかそこら辺で拾った葉っぱっていうのを、これなんか学校で作らされたんでしょう ね。な、俺なんかこういうとこあるんですよね、そこら辺で拾った葉っぱみたいな ね。なんか適当ですよね
で松田君もなんかよくかなんかいろいろ写真が出てきたら確定申告用書類は確定申告忘れてたとかね。そうそう、まあいろいろ出てくるんですね。これうちのおかんも出てきてたんですけど、でちょっと写真撮りそびれましたね。これはうちのおかんですよ、ね、お姉ちゃんのあれですね。うちのお姉ちゃんの弁当バッグね、まだ残ってるんですね。あのまあなんかあの、忘れてたものを見つけるみたいなそういう作品なんですけどね。でね、これめっちゃ長かったらしいですよ。これここでこれパジャマでこの外で語ってるんだけど、これまあ言ってもいいのかな。あのね、これ30分ぐらいあったんだって。あの本当は10秒ぐらいでいいのに30分ぐらい語ってるらしいですよ、うちの親父。だから編集すげえ大変だったらしいんですけどね。これね、自分のあのが一番好きな映画ね、あの何回も僕も聞いたことがある話ですけど、真夜中のカーボーイ、ダスティン・ホフマンですね。まあ本当にあれな、でも最後泣くよね、ダスティン・ホフマン。見たことあります？真夜中のカーボーイ、最後こうさ、友達がさ、あの病気になって死ぬんだよね。であの行くぞって、カリフォルニアだったか忘れたけど、なんかカリフォルニアまで行くぞっつってバスに乗るんだけど、最後さ、あのさ、隣でさ、バスに乗ってる一番最後に乗ってるんだけどさ、死ぬんだよね。でそのままバスに乗っていくんだよね。あれは確かに思い出しただけでも泣けてくる。あれは本当にいい作品だよね。まあいいやでそれについて30分かだったね、そういうことをやったりしてるわけね。はいはいはい、まあこんなことやってるわけですね。あ、でこれね、さよならっていうのを、全部違う、言語で、毎日言っていくっていうのをこうやったりとかね、ね、こういうのをやってるわけですね。はい、ね、でこれはカップラーメンの、あの写真だったりするんですけどね。はい、まあこういう点でした。で何だっけ、こんなはずじゃないだっけ、うん、っていう作品ですけど、まあ現代に対してね、現代というか現状に対して、返したね、もちろんこのコロナ禍に返し、対しての展示タイトルだとは思うんですけれども、まあそれをですね、はるかに超えるですね、ところまでやっぱり松田修は行きますよね。でそれぞれの作品も松田君のこれまでのスタイル、いろんなスタイルがあるわけですけど、を象徴するものだと思います。まあ、この、 あの頭をね反るやつも体を使って、まあ、このその排除の構造をですねなぞって見せるっていうような作品とか、あるいはこの機械にやらせるっていう作品ですね、ごめんなさいと言わせる作品、機械にやらせる作品とか、まあ、縦横の斜めはこれ新しいですよ。でももともとあったんです、彼の中にもともとあるタイプの作品なんだけど、あんまりこういうの出さなかったんだよね最近。あのすごいね、本当はねシンプルに出したい人ですよこの人。あの考えまくった でも実はね、どの作品もそうなんですね、最後の最後すごいシンプルに出してるのね。それがねよりシンプルになって、僕はこれすごいいい作品だったと思うんですよね。はい、でこれは女性器の作品もあの面白いしね、あの、ある種のリサーチ系なんだけどね、実はね。だからこれ本当のリサーチ系っていう感じがしますよね、うん、そういう作品ね。あとコミュニケーションの作品か、はい。まあ、大変素晴らしい作品だと思います。でさらにですね、松田君あの財布落としたらしくてですね、松田君募金っていうのがありまして、あの DM をちょっと伸ばしたような、ちょっといいか、結構いい紙なんだけど、それにですね、いくらだったかな、2000円だったか5000円、2000円だったか、うん、で、サインと、ナンバー付き100かなぐらいで2000円で買えるんですよ、作品がね。で、まあ僕も一応それを募金しました。僕18持ってますけど、あのこのこれです、この DM の DM がこう引き伸ばしてあるような、結構でかいですけどね。僕一応今貼ってみてるんですけどね、だからハゲた松田くんがね、僕ずっと見てるをずっと見ながらね生活してるんだけど、まあでも意外と違和感ないですよ、なんかキラキラしててっていうので意外と違和感ないんですけど、そういう作品もあるんでね、あの作品、あのちゃんと学装したら、あの作品に、ね、としてこれあの、コレクションになりますよ。あの松田くんのちゃんとあの本当のサインが入ってますから、はい、ぜひね、協力してあげてくださいっていうのもおかしいけど、ですね、で、まあ、松田さんもね、もうさすがの、もう有無を言わせぬ素晴らしい作家です。ちょっとね、お母さんの作品見せれません、あ、ちょっと映像がね、見せれないのでね、
まあ、ちょっとねおばあちゃんのがとかが出てくるんですよ。おばあちゃんがねあのボコボコにおばあちゃんが一回ボコボコにされたことがあったらしくてね、松田くんのね。で歩いて通りで歩いてたらね、でそういうこととかあったみたいで、あのそういう画像とか出てきたりするのもあってちょっとあの出せないんだけど、あの出せないっていうか僕写真もともと写真撮影禁止ねなんだけど、なのでまあその作品こそぜひ見てほしい作品なので、ぜひ行ってみてください。ということで松田さんもこんなはずじゃない無人島プロダクションでした。はい、ということでね、どうでしょうか皆さんね、よろしければぜひいいねと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、よし、じゃあちょっとね、あ、ゴロちゃんご飯中なんですか。あ、今こんな大きな建物になってるのか。そうです、大きいですよ。あの倉庫です、元倉庫、あのね木材倉庫だそうです。だからホワイトキューブじゃないですよ。でもすごいいいスペースなんで、あのぜひ行ってみてください。面白いですよ。ゴロちゃんなんかすげえ健康的な時間にご飯食べるんだね。これ聞きながらご飯食べてるのかな。もう一回ぐらい宣伝しますか。あ、てか俺宣伝しようと思って、俺そうや さっき俺宣伝しようと思ったのに宣伝するの忘れてるじゃんね。あの質問あったらどんどん書いてくださいね。今日は関口商店さんが非常に、いろいろ言ってくれていただいてありがとうございます。どうですかね。もうでももう2時間近くやってるんですか。あとはですね、でもまあちょっと個展だからね、まあでもね、まあでも全部やりますよ今日は。話したいやつは全部やります。1時間じゃ終わらないなぁと。いやいや関口商店さん、だいたいあの僕の放送ってそういう感じじゃないですかね。関口商店さん2人でやりましょう、いろいろね。関口商店ってでもすごい名前ですね。関口商店さん声で出演してくれてもいいですけどね。なそういうのもねやっていこうかなと思ってるんですよね。面白いかなとか思ったりするんですけどね。伝突みたいなやつですね。懐かしいですけどね、伝突っていう言葉ね。ここからはゴロちゃん先にやるか。村山五郎、山形一生。あいつ一生ってやっても出てこないね。一生、山形一生、伊藤信明、榎の吉、榎の吉中。あ、千葉大二郎くんも話そう。千葉大二郎、大二郎ってどうだ、こうか。皆さんなんか最近面白い展示とかありました？何か今一番話題になってるのって何なのかな。例えばね、最近ね気づいたんだけど、僕一応キャンサーっていうグループやってるじゃないですか。で菅くんが去年の、12月に個展やってたのね。で今五郎ちゃんと伊藤さんやってるでしょ。で Q くん今年やって、 RCM も今年やってるでしょ。だから実はねアーティスト5人いるんだけど、7人中アーティスト5人で、あと俺と斎藤優吾ね。で実は5人とも全員この1年に個展やってんだよね、ギャラリーで。いやすげえ、なんか結構活躍した年だったんだなと思ってね、びっくりしちゃった。だからいい感じなんですよね。よし、
じゃあ行きますか。ですね、次はですね、村山五郎の個展ですね、拓郎染めやコンテンポラリーアート、寺田コアートコンテラダコアートコンプレックスですか、場所あれ、ちょごめんなさい、ちょっと正式名称が間違ってるかもしれない、天王洲にあるですねスペース、ですねで、展示されておりました。あ、展示されております。村山五郎個展、ペインティングフォールディングという、タイトルの展示について話したいと思います。はい、まあまあこれが、タイトルの入り口のところですね。はい、でまあこれは村山五郎です。はい、まあ作品の名前があるわけですね。これね、ペインティングフォールディングっていう名前なのに全部ね、名前、今回展示されてるのは全部ドローイングっていうあれなんですけどね、ドローイングカップリング、基礎的生成パターン、ドローイングカップリング三角、ドローイングカップリング迷路、なんとかドローイング、これ最後わかんねえな。セルオートマトンとかなんかまあいろいろ、あ、これなんかちょっとこっちの方が分かりやすいか。まあこれから見ましょう。ごめんなさい、これちょっとあれですね、ぼやけちゃってますね。これはですね、まあこれさっき言ったんですけど、日本家屋のですね、床板ですね、床板みたいなのが結構残ってるみたいで、でその残ってる床板をこうもらってこう削ってですね、まあかなりいい板みたいなんですね。何の板だったか忘れちゃったんだけど、欅だったかな。で、ですね、これ細かく見るとその間ね、この木目、これねものすごい分かりにくいんだけど、実はこの木目の間をこうやってこう線引いていってるのね。で彼の場合はこうなんかルールがあって、ルールを決めてるのよね。こうとこうなったら、まあこうなんだろう、緑と白だったらその次は赤をこっちに引くとか、なんかそういうルールがあるのよね。でそれによってこうずっとドローイングを続けていくっていう、でドローイングが自己生成していくっていう、それがまああれですよね、オートポエシスっていうことだけど、そうそう。でまあこれたまに間違ったりするから面白いんだけどね、本当はね。まあそういう作品ですね。でこれね、不思議だったのはね、これ全然木目に見えないっていうのが面白いなと思った。これ木目に見えますね、木目に沿ってるように全然見えないのよ最初なんだけど、これよく見たら確かに木目に沿ってやってるのよね。これはね結構面白かったですね。これなんでかわからないんだけどね。ね、だから木目っていうものってなんか全然違う見え方がしてるんだね、僕たち。こう全体をこう見るっていうことの方にこう集中してるから、細かいところを見るっていうね、こういうふうにこの枠がみたいな、わかる？この枠、この枠、この枠みたいな分裂して見えてないんだろうね。こう全体のこう模様っていうかな、として見えてるんだねっていうことが僕分かったね。でそれは結構面白いなと思いましたね。はいはいはい、これもそう、これも一緒なんですよ。これもだって木目に沿ってるの見えないでしょこれね。だけど木目に沿ってるんでこれね、らしいんですよね。そういう作品でした。でまあこれいつものこの織物じゃなくて、織物になるのかな、編み物になるのか、編み物にならないんだ、織物だね。あれね、ラインがいっぱいあるからね、織物なんだけど、で、まあ作ってるわけですね。で、その上にドローイングをするっていう作品なんだけど、これはですね、何を元にしてるかっていうと、はい、これめっちゃ複雑な画像、あ、これ出していいんだっけな。ダメなのかな、どっちが出していいんだったか忘れちゃったな。まあいいや。で、ごめんなさい、これちょっとちっちゃくします。で、これね、これは、これが、あれ、コロナウイルスなんですよ。COVID-19 のウイルスなんですよ。の、こんなに複雑なんだって、タンパク質構造。ね。で、これを元に、この作品作ってるんですよ。
で、この今回の作品で明らかに新しいのはこれも、これ、あ、このこっちに来た、つまりレリーフになってるでしょこれね、こっちに。これなんでこれどうやって止めてるのって聞いたら、実はそのこういう風にね、あの螺旋構造あるじゃないですか。螺旋構造って螺旋構造だけだったら安定しないわけですよ。よく考えたらそうですよね。こうやってギュッて引っ張ったらそのままピュッとこう伸びちゃうじゃないですか。でパラパラーとこう、あの紐、要するに何て言うの、あの新体操の紐じゃないけど、くるくるくるっていう、そのくるくるしてるモーメントね、モーメントの力がないかぎ、あのモーメントってあの回転力ね、モーメントの力がない限り、それってすぐパラパラってこうほどけるはずですよね、考えたらね。でもあれなんであれ安定してるのかって言ったら、このくるくるの間をブリッジしてるやつがいるんだって。わかる？こういう風にくるくるくるってなってる間のを、要するに縦にこういう風にキュッとこうどっか繋いでおけば、それってハラハラとこうほどけないわけですよね。そこでいくつかで止めておけばいいわけ、ブリッジしておけばいいわけで、真ん中に線があるとかじゃないんですよ、とか引力とかじゃないんですよね。ブリッジしてるんだって、タンパク質が。そういうことらしいんですよ、ね、でそういう螺旋、構造っていうも、そういう、を作ることによってこれが可能になってるらしいね。そういう作品なんですよ。これはね結構いいですよね。これなんかねすごいあの飛躍した感じですね。でこれが人間の方の受容体らしいです。だからこれにくっつくわけですね。これだからあのよくあのこうピョってこう出てるところあるじゃないですか。こういうふうにあの何ウイルスがあって、ここにこう突起物が出てるじゃない。でこの突起物のところにこうパカッてはまるわけね、人間の受容体がね、っていうことになるわけですよね。だから そのパカッてはまる方の受容体がこれで、これもブリッジしてるんだって。だからこういうふうにこうブリッジになってるんだよ。そうらしいです。でこれからどういうふうにこうあの影響がしてるのかっていうのはよくわかんないんだよ。でこのよくわかんないところが、まあ、村山頃の面白いところだよねやっぱり。だからお前これどういうふうにブリッジやってんのみたいな聞いても、彼には意味ないわけですよ実は。いやなんとなくみたいなでそれこそがオートポエティックなわけよね、そこがすごい面白いところで、だからまあそこをねもう1段2段突っ込まなきゃいけないんだけどね本当はね、これねすごいいい作品になってましたね、これ面白かったですよ。これあんまり映さない、はい、これほらこれをね見るとわかるかな。これがこうなってこうなってるでしょ、こういうふうにこうなってるじゃない、こういうふうになってるでしょ。だけどこいつブリッジしてんだよ。これがこうなってこうなってるけど、こいつは間をブリッジしてるわけね。これで固まるんだよ、こういう構造になってるらしい。お面白いね。ね、こういうことらしいです、はい。でこれはですね、なんかねあのタイルであのね平面を全く同じ図形で埋めるっていう、そういうなんか数学があるらしくって、これなんかこれもその一つらしいんですよね。でこういうね、これなんとかタイルっていうらしいんだけど、でこのなんとかタイルっていうので埋めていくんだけど、これよく見たらここ隙間空いてるじゃない。この隙間何って聞いたら、いやいやこれはあのもっと正確にあの機械とかで出せばね、あの綺麗に埋まるはずなんだけど、俺手でやってるから手でやってるから埋まらなかったとそのズレがここにあるんだと。あのねでもね村山五郎の作品ってね、このズレがいいんですよ。通り作品なのね本当はね。このズレにこそこの意味があるんです。これがなかったら意味ないんですよ、あのコピーしてるだけだからね。でこれがオートポエ、もしねこれねオートポエティックに生成されるとしたら、こっちじゃないのよ、こっちなのよ、こっちが生成されてるわけ、わかる？だから彼のオートポエシスっていうのは、実はそのズレとか間違いっていうものを自動的に生成するシステムなんですよ、僕はそう思ってるわけね。これはねすごくいいと思う。でねこれねめっちゃいいですよね。これ何これって言って、これなんかめっちゃ超色いいねって言ったらね、これがねラピスラズリなんだっつってた。これがラピスラズリの色なんだよって言ってたね。だからラピスラズリってすっげえいい色なんですね。やっぱり今見てもあのめっちゃこれいい色ですよ。これ本物で見たらまたあの全然違いますけどね。あのもう全然色が違いますね。やっぱすごいいい絵の具って、やっぱいい絵の具なんだなと思いましたね。
はい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 、で全体で言うとこうね、こういう感じなんですね。あ、展示もすごくいいですよ。もう一つあるらしいんだけどね、ちょっともう一つは展示してないらしいんだけどね、はい、で五郎、村山五郎、はい、まあこんな感じですね。これちょっと縮尺がおかしいですよ。これ結構でかいんですけどね、はい、あ、これ私がね行った時ですね、はい、あ、これ、あ、これあれか、これあれだな、これあのインスタグラムに上げた写真ですか。でもね、これね、新しい展開しててすごくいいと思いましたね。あ、このレリーフになったのは全然違う、全く違うものになってますね。ただあの僕あのさっき言ったみたいに、やっぱりあの村山九郎の面白さはそのエラーを生むっていうことですと思うんですね。エラーの自動生成機械みたいなことなんですよ。だから人間ってエラーなんですよ、基本的に。人間とはエラーですよ。っていうかね、あのね、AI とかに勝つとしたらね、人間はエラー以外ないです。いいですか、いいですか。我々勝つとしたらエラーしかないね。でそうやって考えるとね、 COVID とかに勝つのもエラーしかないかもしれないんだよな。だからエラーみたいなので、なんか我々がの抗体みたいなのができるかもしれないしね、わかんないけどね。まあまあまあ、なんかそんな気がしますよね。はい、そういうことですね。はい、ということで、まあまあ村山五郎についてはね、またいろいろ話す機会があるかなと思いますし、もしね、彼がいいと言ってくれれば一緒に話したりもしたいなと思っております。ということで、村山五郎、ペインティングフォールディング拓郎染めはコンテンポラリーアートでした。はい、ありがとうございます。ということでね、皆さん、いいね、やチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、うん、はい、じゃあちょっとコメント見ますか。ほいほいほい、あ、有馬さん、いつもありがとうございます。情報番組そうですよね、関東の相手を唯一垣間見れる。まあそうかもしれないですよ ね。だからまあ地方の方にね、たくさん見ていただけるとね、とても嬉しいなと思っております。はい、いいねおい、ゴロ適当かいいいねってね、はいはいはい。まあね、もうあの村山五郎自体がエラーみたいな人間なんですね。エラーだらけの人間ですからね。まあやっぱり そういうんじゃないと面白くないですよね。チャンネル、お、まだしてなかったの、五郎ちゃん、チャンネル登録。信じらんない。いや、俺じゃあジャポニカの登録外すわ。ジャポニカと五郎ちゃんの登録外すから、俺。もうなんかすごい今、すごいし。っていうか、本当にさ、君たちは俺のあれだよね。絶対俺ね、他のメンバー、キャンサーとかも絶対俺登録してないと思うんだよね。ね、おかしいんだよ、君たちは。ね、友情感じないね、君たちから。友情を。ね、もっと友情見せてくださいよ。はいはい。あ、で、有馬さん、あの、私、あの、3月行きたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。あの、ね、あ、まだあんまり言っちゃいけないのかな。あのね、展示、ね、僕の大好きな作家たちがやるみたいなんで。もう必ず行きますんで、はい、もう僕の中でも決まっておりますから、3月ぜひよろしくお願いします ね。 ね、もしよかったらそっちでね、なんか収録とか放送とかできたらいいなとかって思ってるので、まあちょっとまた日付がね、決まったらちょっとご連絡差し上げたいなと思ってるんですけどね。なかなかね、東北もね、行く機会がですね、そんなになくってですね、たまにはね行ったりしてたんですけどね。どっちかというと、やっぱり西日本、僕岡山出身なんでね、西日本はね、やっぱりあの京都とかね、行く機会多いんですけど、あのやっぱり東日本はね、あんまり行く機会がなかったんですよね。ただ今ね、やっぱ東北芸工大とか、秋田県立な、芸術大学でしたっけとか、まあいろんなところにね、学校ができてるから、あ、やっぱりそれで、情報っていうかね、あの作家さんたちもよく、こっちで展示されたりしてるので、あの面白いんじゃないかなと思うし、やっぱりあの福島関連含めて、たくさん行かれてるから、見れてないものがたくさんあるんで、僕あのちょっと楽しみにしてます。はい、ですね、面白そうなこといっぱいやってて、すごいですよね、有馬さん、めちゃめちゃ展示やってて、若い人たちのすごいなと思ってるんで、あ、面白そうな、元気な子たちはいっぱいいるんだなと思って、やっぱいいなと思ってるんでね、そういうのはね、あの僕の情報発信となんていうかな、にもうあのもしね興味持っていただけたら嬉しいし、僕も
そちらの情報もぜひ知りたいなと思ってるんで、行きたいと思います。楽しみですね。なかなかね海外とかね、もう行けないし今は、ね、気軽に海外に行くっていうわけにもいかないし、本当はね行きたいところいっぱいあるんだけど、ね、難しいのでね、国内もね本当はダメなのかもしれないんだけど行きたいですね。はい、じゃあですね、次山形一成ですか。山形一成行きましょうか。山形一成くんなんですけれども、山形一成くんはですねまだ芸大に、の博士課程にいるのかな、まだ、と思いますね。30ぐらいですかね、30ちょっとぐらいかな、山形くんの作家だと思います。ごめんなさい、ちょっと年齢分かんなくなっちゃったけど、山形一成って一生と書いて一成という、作家ですね。タブギャラリー、阿佐ヶ谷のタブギャラリーで、展示してますね。Fasten your seat belt ですから、シートベルトをお締めくださいってやつですね。飛行機ですね。で、まあ、彼はすげえです。すごいです。ごめんなさい。で、僕ね、ちょっと昼間行ったんで、画像がかなり悪いです。光がすごく入るところなので、ちょっとね、映像作品と写真作、映像作品が基本メインで、一つ、まあまあ、写真、それを元にした、写真作品があるという映像なんですけども、ちょっとね、作品がちょっと見づらいんですよ。なので、申し訳ない、すごく申し訳ないんですが、ですね、すべて CG です。例えばですね、こういうの。水。これね、水のペットボトルね、こういうのも全部 CG なのよね。異常な、だからね、なんかすごいね、だから山形くんのその作る映像全部 CG なんだけど、ものすごいノスタルジックなんですよ。異常なまでのノスタルジーがあるわけ。つまりね、ノスタルジーって 100% 加工なんだね、っていうことがよくわかるわけ。100% 加工なんですよ。あれね、まあまあ記憶じゃない結局は。記憶ってデータだから。で、それがね、ものすげえよくわかってるんだよな、こいつ。で、でね、そのノスタルジーをねうまく利用するんですよ。ものすごくうまく利用する、うん、そういう作家ですね。ものすごく引きつけられますよ、うん、本当に。で、ファスっていうんだから、ね、初めはまあ飛行機の場面から始まるんですね。でごめんなさいね、これ映っちゃってるんで、これ飛行機の場面なんですね。で飛行機のここに窓があるんですよ。ここに窓があるんだけど、この窓から見えているね、この懐かしい景色、懐かしいね、この懐かしい景色なんだろうと思うわけですよ。これなんだと思います？これなんかいろんな自然がありますよね。なんか結構壮大な自然じゃないですか。白い雪が山、雪の山。これ雲かね。これも山っぽいです。あ、これ違うね。その前にごめんなさいね、これパスポートをやり取りするっていう場面が出たりするんだけどね。これ一番わかりやすい。これアップルのね、Mac のデスクトップ。Mac のデスクトップの画像なのよ。Mac のデスクトップの画像ね、今なんか途中から全部自然の名前がつくような、場所の名前がつくようになったじゃないですか。寄せ見てとか。で、そういうところの画像が向こうに見えてるの。そこを飛ぶわけ。ブー。その中を飛んでいくわけ。これが懐かしさのノスタルジーなんだよ。すげえってなるわけね。まあまあそういうことになるわけですね。で、まあまあシートベルトみたいなのがあるシートでね、これね、これ反射です。これ反射です。で、ここに座ってみるんですよ。これがこっち側にあるのね。こっち反対側にこっちから見えるようになってて、こういうふうにこれがこう映ってるのが、これがあれですからね、なんていうの、座ってみる方ね。ごめんなさい。はい、まあまあそういう風になってるんですね。で、これもね、バスケットボールね、こんなもんね、日本にはないんだよ。日本にはないんだけど、でもさ、パーンとこうピュッて打つじゃん。ね、バスケットボールもっと僕欲しいんだよね。俺バスケ結構好きなんですけどね、本当は。バスケしたいな。なんかもっと近くにバスケットボール作ってほしいよな。バスケってボールだけあればできるじゃないですか。で、やっぱサッカーは結構広い土地がいるから、東京じゃ難しいかもしれないけど、バスケってゴールさえ作ってやれば、あれ結構ボールそんなに飛んだりとかしないから、危なくないと思うんですよね、僕あれ。柵だけ作ってやればいいから。だから、バスケ俺いいと思うんだよな、日本で。
普及すると思うんですけどね。あんまりでかい、だからあの半面でいいんですよ、半面。あの全面作ったらでかいから、半面だけで、あのいいんですよ。3on3 みたいなのができればいいから。で、そういうね、どんどん普及して、まあいいや。だけど、あのこれね、シュッて打つじゃん。で、こう、このリングのところにね、こう、くるんくるんくるんっていって、このリングの上を弾が回り続けるの。で、くるんくるんくるんってなってるうちに、夜中になって、で、スパーンと落ちるんだよね。記憶がパーンと飛ぶわけ。それもなんか記憶のあり方にものすごい似てるでしょ。どこかまではものすごいはっきりあるんだけど、バーンと切れて、その後またパッとこう、ある違うところに移っていくみたいな。そういうね、記憶のね、あのね、こう、不確かさと、ものすごい鮮明なところみたいな。でもそれね、それもノスタルジーだと思うけどね、あの記憶ってノスタルジー。で、そういうものがね、ものすごい分かってる。ものすごい来るのよね。で、これはアップルの、Mac のこのデスクトップに戻るんだけど、最近こう全部ね、初期化しちゃったんだって言うんだよね。ああ、まあこれ、ついに全部クリアしたんだ。で、クリアっていうのがね、2つの意味があってね、あの、ゲームをクリアしたっていう意味と、その、あの、なんていうの、あの、データを全部クリアにしたっていうことね。初期化したっていうことね。はい、で、セーブデータを読み込んでみたら、最後の時、うん、まあまあまあ、だからこれ、世界のクソね、全部なか、世界の、を救ったこととか、全部なかったことになっていて、まあそういうものかって思ったんだけど、新しく行けるところはもう何もないって気づいて、もうこれで終わりなんだって。全部見ちゃったんだなって。で終わるけど、で、全部見ちゃってるんですよ。わかる？飛行機に乗ってな。でもそれ見たのはなんだ？デスクトップなんだよ。デスクトップなんだよ。デスクトップの自然なんだよ。全部見ちゃったんだよ。でももちろんそこでは終わらないみたいな感じですけど。はい、パスポートのやり取りします。あれ？これまた元に戻ってきちゃった。ちょっと待ってね。ね、はい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 。でね、これね、データを読み込むんだね、こうやって。これね、データを読み込むんですね。これもなんかね、えらい凝ったね、なんか CG なんですよ。ウィンウィン、ウィンウィン、ウィンウィン、滑らかに動くんだけどね。これの中にどうやらデータが入ってるらしい。で、このマーク何か分からなかったけど、すごく気になった、僕。これがなんかあの、まあ、あれです。SD カードみたいなもんですね、要するに。で、中に入れるって読み込んで、クルーンとかって回ったりして。で、まあ、これがなんか、これなんか CM みたいになってたのかな、よくわかんないけど、これね、ディスプレイに映され、し出されてたみたいな。物語があるけどね、ちょっと物語が全部読めるわけじゃないのよね。あ、で、これで大体終わりなのか。これでこう手握ってんだよね。これを、このパスポートのこのやり取りをするところからギュッと手を入れて、手をこう握り合ってるのっていう。まあ、こいつはすげえやつですよ。はい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 。はい。まあ、そういうことですね。はい。で、まあ、これも全部 CG ですね。生き物とかね。彼、生き物育てるのが好きだね。iPhone 好きなのかな、よくわかんないけど iPhone。 これはあのここの写真ですね。ここの写真と合わせてるんですね。そういう作品ですね。まあ映像ですね。でもやっぱりね、メインはね、映像作品だから全部見ちゃったっていうふうに言うんだよね。いやー、なんかね、でね、僕ね、山形くんもね、あのデータ上げてほしいんだよね。データどっかに上げてほしいんだよ。というのが、山形くんね、全部のシークエンスがなんか意味あるでしょ。だからすごく意味を、そのぶつ切りなんだけど積み上げてるっていうタイプの作家で、その一つ一つのシークエンスをすごく呼び込んでいかなきゃいけないタイプの作家だから、一回見ただけじゃよくわかんないんだよね。解釈に異常に時間がかかるんですよ。あのペースでは読み込めない作品にしてるのよね。それもちろんわざとなんだろうけど、いいんだよ。だからわざとは、1回目はいいんだよ、それで。だから感覚的にバンと来るから、いいんだけど、それが山形君の強さなんだけど、でも、やっぱりね、もう次に入るのがね、やっぱものすごいね、こう、ハードルが高いのよ。記憶するには。あまりにもちょっとこう、変わった映像だから、慣れてない映像だから、不慣れない映像だからね。だから、その、で、すっごいディテールまでやってるし、こだわってるのは分かるし、だからディテールが見たいんですよ。
でもディテールを見るにはあまりにも時間がないんですよ。そうだから2時間3時間見るわけじゃないからね、多分。でも多分それぐらい必要なんですよね、彼のその10分の作品を見るのに。だからもう 僕はね、その映像をまあ買えよっていうのかもしれないけど、全部でね、全部作品買うわけにいかないからね。だからどっか上げてほしいなと思ってる、なんか。うん、でもね、彼は本当にすごいんですよ。芸大の中でもね、すごく、まあ、リスペクトされてる作家の一人だとは思うんだけど、作家にもリスペクトされてる作家の一人なんだけどね、彼はまあ本当にいいやつだからね、うん、頭もいいしね。でまあ彼も実は岡山なんだよ。で生まれはね、生まれ岡山ね、お父さんお母さん出身岡山なんだよね。育ちはこっちだけど、埼玉かどっかだと思うけど、彼はね本当にいい作家ですよ。うん、ただなかなかね、社交とかはあんまりしない人なんで、そんなに一気に有名になるということはないのかもしれないけど、し、あまりにも新しいことをやってますよね。でこれね、国際的に見たら行くと思いますよ。でやっぱり海外の作家の本当の最先端のところ、だから E フラックスに関係しているような人たちですよね。あの辺にすごい受けると思う。ので、ベルリンビエナーレ出てた人たちとかね、ああいう中にもう入ってもうすごく自然にもう入れるし、彼らの中でも本当にトップのアーティストになれると思うから、僕はそういう場でね、まあ芸大のね博士課程終わったらね、またねそういう場で活躍すると思いますんでね、ぜひ個展とかやったことないんじゃないかな、もしかしたら初個展かもしれないですよね、山形くん、のでぜひ、あ、もう終わりかな、すぐ終わるかもしれないんで、今年中で終わりですね、そういえば。なんで、ぜひ見に行ってください。はい。ということで、山形一世、山形一世と呼びますね、これ。山形一世、Fasten Your Seat Belt、タブギャラリーでした。はい、以上になります。はい。ありがとうございました。はい。ね、よろしければね、ぜひ、皆さん、いいねと、いいねボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、さあどうでしょうか。これどうやって見るか、こうか。はいはい、声の音質がいい声の音質がいいですか。声の音質はね、それはいいマイク使ってますからね、私。これはね、なんかね、ま、音質が悪いって言われて、一回。で、なんかすごい、なんか腹立って。で、いいの買いましたよ、私。はい。ね、いいの買ったんですよ。まあそうですね。うん。ゴロちゃんもう終わったけど、まだ見てくれてるんだね。ありがとう。ね、自分が終わっても見てくれててね、嬉しい限りですね。なんか今日結構あれですね、平日だけどずっと見てくれてる方が多いみたいで、ありがとうございますね。ぜひ何でもコメントしてくださいね。聞いてて気持ちいいよどういうコメントですかあなた、それどういうコメントだ。俺の声がいいんじゃないの、違う、声の音質じゃなくて俺の声の問題じゃないの、違うかな。でもこれあれだね、やっぱ暖房を入れながら喋ってると喉ちょっと痛くなるねうちは俺ここに暖房あんのよ。だからちょっとね、まあ、風はもちろん当たらないようにしてるんですけどね。あと誰でしたっけ、あと伊藤さんと江之内千葉大二郎か。よし、もうすぐ終わるな。 OK 行こう。じゃあですね、次行きます。生で聞くよりいいそれは生の方がいいでしょうよ。でもこれぐらいがちょうどいいかね。確かに生で聞くと鬱陶しかったりするもんね。うん、それはわかる。はい、ということでですね、伊藤信明、
に行きたいと思います。伊藤信明さんのですね展示ですね。まあ、京都在住の作家です。まあ、私がグループやってますキャンサーのメンバーでもあります。ご存知伊藤信明、されど死ぬのはいつも他人ばかり。これご存知の、まあ、ご存知のほとんどかとご存知かなと思いますけど、マルセル・デュシャンのですね墓碑に書いてある言葉ですね。言葉ですね、はい。ということで見ていきましょうか。これで、正確にごめんなさい、これね、正確にはザ・フィフスフロアですね。ザ・フィフスフロアで、これも年内ですね。年内までですね。で、高木優っていう、これももともと京大出身、京都出身、京大出て、芸大で、芸大の何かっていうんですか、あのキュレーターかみたいなところですね。で、長谷川優子さんにずっとついてた、キュレーターです。もう彼らが有名になりますから、若手だったら、若手っていうか、まあ、20代かな、いつまだ。若手だったらもう必ず彼が一押しです。必ず彼もう彼にトップになってもらわなければ困りますねていうかまあなるよ、だって一番面白いことやってるからね。という作家です。あ、作家じゃなかった、キュレーターと伊藤さんですね。伊藤さんもあの京都にいる時から彼知り合いでね、高木くんね。で、誰がちょっとあのまあ僕も今日と高木くんが京都にいる時から僕も知り合いで、あの伊藤さんの展示かなんか見に行った時に知り合ったんだと思うんですけどね。だからもう結構長い知り合いですよね。5年ってことはないだろうな。もうちょっと長いかもしれないな。うん、まあそういう感じの知り合いです。はい。はい。まあすごいいいやつなんでね。あの、ぜひ。これ、フィスフローはまだまだ面白いと思いますから。はい。じゃあ行きましょう。伊藤信明です。されど死ぬのはいつも他人ばかり。はい。まあ、全部で3部屋、あって、階段とかも使われているので全部で、まあ、4、5、まあまあでも作品数でいうと結構あるのかな。はい、これはですね、ちょっと古い作品になりますけども、伊藤さんがですね、大学が造形京都造形芸術大学なんですが、そこ卒業4年でね、学部卒業した後に一度葬儀屋に就職してるんですね。で、まあその理由が死体を触ってみたいということだったらしいですけども、まああのちゃんと働いてて、数年働いててですね、ですね、その時に撮ったんだったかどうだったか忘れましたが、まあそれに関連して、撮ったですね、自分の、まあ誰かが死んだ時のその死者に対する言葉ですね、をですね、集めてた録音が、この一つ一つのスピーカーから流れてて、一気に流れてるんですよ。ブワッと。めっちゃ気持ち悪いですよ。で、伊藤さんってこういう作品作るんですね。もともとこういう作家なんですよ。ものすごい嫌がらせみたいな作品を作る作家ですね。はい。で、これ全部から流れてて、もう本当に奇妙ね。うん。まあ、音なんか、あの、音声聞き取れません、全く。はい。で、まあ、こういう風にね、一つ一つ入ってて、こう、この線がね、ビュービューって出ててね、血管みたいなね、そういう風になってる作品ですね。はい。で、これがですね、新作です。これが新作で、どうなってるかっていうとですね、あのですね、あの、私グリーンバックやってないですけど、あの、これグリーンバックとかにしたら、全部あの、いろんなこう、あの後ろにこう、いろいろ流せれるじゃないですか。ね。あれをこれ自分の体にやってるのね、自分の。で、なんかシリコンみたいなやつだと思う。シリコンみたいなやつで、どうやってるのかわからないですが、シリコンみたいなのをくっつけてて、多分その上に自分の体を乗っけてるんですよ。映像の。わかんないよ。これ、伊藤さんにね、細かく聞いてない。だから、伊藤さんにも高木君にも僕は、あの、細かく聞いてないんだから、間違ってたらごめんなさいね。間違ってたらごめんね。でも、そういうふうに見える。だから、自分の体に自分をまとってるんだよね。っていう状況になるわけ。つまり、バック、普通バックをやるじゃん。じゃないんだよ。ここにあるんだよね。自分の体に自分の体を投影させるんです。だから、ずれてくるんですよ。そういう作品。でめっちゃキモいっすよこれ。だからこうなんかこう投影されてるじゃないですか。ここにここに目があったりとかするわけね。こういう風にで、これずれてるのがこれなんかこうなっちゃうんだと思うんだよね。うん。でこれだんだんこれ伊藤さんのこのプリプリのね体が出てきてるじゃないですか。これはねやっぱこの自然なプリプリの方がいいですね。あのこれはだんだんこうやってビューッ
つってこうやって剥がしていくわけ、体を。体をギューって剥がしていったらだんだん生身の伊藤さんに近づいていくっていう作品。これほとんど生身ですね。こういう作品なんですよ。で、なんかね、なんかいろんなこと言うんだよ、これ。なんだったかな、枯れ葉みたいな。泡とか言うのか。雪とかなんか言いながら、ああ、こういうの分かりですよね。ほら、こういうのビヨーっとこう剥がしながら行くわけ。だから白いのを塗ってたのかな、ちょっと分かんないんだけど、その白いのを塗ることで、そこに投影できるようになるわけですね。こう脱いでいくわけですよ。自分の体を脱いでいくのね。だからそのまあこれまあすごい現代的だよね。枯れ木、眠りとか言ったりして、これちょっと分かんなかったけどね、どういうことかね、まあそういう作品ですね。これがあの新作です。はい。で、まあ、あのドローイングとかもあって、で、あ、これはですね結構面白いんですけど、これでちょっとね、僕ちょっとこれ映像がねちょっと見れなかったんだけど、ね、この映像はですね、この映像すごい面白いんだけど、何だったかな、あの、ね、言葉をね逆から言うのよ。だから例えば言葉だったら、言葉、バトコ、バトコみたいな感じで言うわけ。わかる？で、それをいろんなところで言ってるわけですよ。それを逆再生するんですよ。逆再生すると言葉に戻るじゃん。っていうだけの作品なんだけど、まあ伊藤さんがバイクに乗ってたりとかね、あるいは歩いてたりとか、そういうするときに言葉をなんか逆から言っていって、それを逆再生するのね。それが聞こえたり聞こえなかったりするんだけど、うまく聞こえることもあれば全然聞こえないこともあるのね。そういう作品なんだけど、でもね、これすっげえ面白いのは、たまにね、犬とかが鳴くの、ワンワンワン。それね、何にも違和感ないんだ、ワン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 みたいな。だからね、人間の言語だけなんだね、逆再生してわからないの。俺これすっげえ発見、これめっちゃ面白いなと思ったね。だから皆さん、あのあれ見ましたか、テネット、クリストファー・ノーランのテネット。あ、テネットもあの逆再生っていうか、まあ、逆にこうビューっとこう戻るっていう作品ですね。だから、時間がですね、こういうふうに、時間がこうキューっとこういうふうにいってるとね、普通はこっちからこっちにこう流れているとしましょうね。で、時間を戻れるやつがいるわけですね、こういうふうに。で、そうするとですね、こういうふうにですね、いってるやつと戻ってるやつがこういうふうに重なると、上のこいつのやつのですね、言葉がですね、こいつにとっては逆再生されて聞こえるわけで、こいつにとっては、こいつの言葉は、こいつにとっては逆再生されて聞こえるわけ。ってなってるのね。わかる？で、あれが可能なのって人間だけなんだなと思った、俺。ああいうふうに表現できるのってね。犬とかだったら違うのよ。だから、ただわかんないよ。我々がわかんないだけで、犬にはわかるのかもしれないよ。犬にはすごい変に聞こえるのかもしれないけどね。それすげえ面白かったね。うん。なんかね、なんか重要なとこをついてる気がしましたよ。これね、ほとんど見つけれないらしいですけどね、あのね、多くのところに行くとね、こういうね、作品があります。何の骨って言ってたか忘れたけどね、骨とバラがね、ポッと置いてあるのね。こういうのね、奇妙でいいですよね。はい。で、これはね、ウェイティングルームで出してた作品ですけど、何の割れだっけ？フィクションの割れかっていう作品ですね。で、まあ、フィクションっていうものが現実と融解していくっていうのを、まあ、説明した作品ですね。これはね、あれでしたね。なんかすごいメモとか取りながらね、見てる、人とかいましたね。はい。ね。これが好きな人もいるでしょうね。で、これはね、0099っていうので、9から、1から9までだったか、99から01までだったか、逆だったか、ちょっと忘れ、01からだったかな、1から、00からだったかな。99まで、ウィヨン、ウィヨン、ウィヨンって言って、こうやって、アップと降下を繰り返していくっていう、そういう作品ですね。はい。まあ、そんな感じかな。まあ、でもやっぱこの新作が面白いんじゃないかなと思いましたね。うん。ただ、この言葉の意味、ちょっとよく分かんなかったけどね。このズレね。
やっぱり伊藤さんはこの裸になって何かやってるのが面白いよね。ね。うん。やっぱすごい面白かったですよ。ということでね、伊藤信明、されど死ぬのはいつも他人ばかりという作品でした。ザ・フィフス・フロアで、展示が、まあもうすぐ終わってしまいます。年内で終わりますけどね、ぜひ行ってみてください。はい、以上になります。はい、ということでね、皆さん、いいねとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。さっさっさっさ、今日はね結構サクサクいくんですよ。なんでかっていうとね、実はねよく知ってる作家の方がですねサクサクいけるんですよね。よく知ってる作家だとね、語らないでもいいって置いておくことができるっていうかね、あんまり語らない作家だとね全部語ってやろうという気になっちゃってね、欲が出てきちゃうんですね。あ、甥っ子おめでとう、よく聞いてくれましたね。はい、ありがとうございます。甥っ子2が、はい、小学校お受験合格しましてね、はい、ありがとうございます。あ、追っかけで聞いてるんですね。すいません、伊藤さんについてごめんなさい、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。で、間違った説明したかもしれないんだけど、うん、ごめんなさい。伊藤さんについてはまあまた話す機会がたくさんあると思いますんで、ごめんなさい。またちょっとあんまり突っ込んでないですけど、間違ってるところあったら言ってください。またちょっと訂正で、今度カットすると、カットって編集するときに書き込んでおきますんで。はい、じゃあ次行きましょう。ですね、次はですね、えのちゅうさんですね。えのきちゅう、PRM1200、アノーマリーですね、ギャラリー、これも寺田アートコンプレックスにあります、ギャラリーですね、こちらの作品じゃないや、個展について話していきたいと思います。まあ、江野中さんで、まあ、大変有名なので皆さんもご存知かと思います。で、まあ、若い時からですねずっといろんな活動をされてきている方で、サラリーマンをしながらですね、ずっと作品を作り続けたというそういう作家さんですね。で、関西にお住まいで、まあ、大変有名な、一番初め有名になったのがこれですよね。太陽の塔ですね。万博の時にですね、自分のお腹にですね、太陽のこのマークをですね、焼き付けたと。で、これ大体ですね、3ヶ月30分、30分ずつ3ヶ月ずっとやるらしいんですよね。そしたらね、なんかね、2年ぐらいこれ残るらしいですよ。ね。で、まさに太陽の塔のその太陽のエネルギーをこの体の中に焼き付けるっていうような作品をやったって、こういう作品ですね。で、まあ本当はこの状態ですっぽんぽんで走りたかったんだけど、まあすぐ捕まっちゃったみたいなことは言ってましたね。はい。まあ、これドキュメンタリーの映像が流れてまして、これ見た方がいいですよ。これ見たらかなりわかるんで。で、江野中さんって本当にいい人なんですよね。無駄なこと言わないのよね。アートに対する本当にアートがこれでいいのかっていう疑問、まあもちろん彼絵描きだから、絵をしてるんだけど、描いてる、まあ今回絵も展示されてるんですよ。なんだけど、でもそれだけじゃいけないんじゃないかっていうね、そういうこ、まあものすごく率直な、素直な衝動から作品っていうかね、パフォーマンスをされているっていうことがね、よく分かる、インタビューなんで、これぜひ見ていただきたいと思いますね。はい、で、これがね、ローズチュー、ね、ローズチュー。ローズチューっていうのは、まあ僕これ、ローズセラビーに、マルセル・デュシャンのね、ローズセラビってマルセル・デュシャンが女装した作品ありますよね。で、あれに影響を受けてると思うんだけど、2日間って言ってたかな、だけ、ローズチューっていうのになって、これね、こういう風に女装した形で、もうお酒とかも飲み放題の、スナックを2日間だけやるっていう、そういう作品。ね、こういう。でも、このやっぱヒゲが大事なんだって言ってたけどね、ヒゲが。ね。ヒゲがあって、のちゅうさんって分かりますよね。でもめっちゃ人来たって言ってましたね。めっちゃ人来たんだけど、でもなんか新聞とかにも載ったらしいんだけど、でもその時には、新聞に載った時にはもう行くことはできないみたいな、そういう作品。はい。これもよく知られてますね。銃のいっぱいこうね、バーっとこう並んでるって、こういう作品ですよね。これ、ハンガリですね。ハンガリって言って、えのちゅうさんですね、こう、半分をこう全部刈ると。紙を。で、写真撮って。で、
まだ何年間か髪ずっと伸ばしてですね、で今度はですね逆の方を剃るのね。だから3年ぐらいかかったって言ってましたけどね、全部で、うん、そういう作品なんですね。でハンガリー半分買ったままでハンガリーに行くっていう、そういう行動をした人です。はい。でこれは江ノ中さん自体が金属加工のその会社で勤めてたんだと思うんですけど、でその金属加工の技術を使ってなんかまあくず鉄みたいなのを使いながらですね、こういろいろ形をね、ただこう思うままに形を削っていくっていうかな、そういうことをずっと繰り返して、もう大量にねこういう作品を作って、でそれを組み合わせていく、それによってある種の街みたいなね、そういうものを作っていくっていう、そういう作品ですよね。まあ労働に近いですよね。だから労働に対、労働とそのワークっていうかな、レイバーとワークね、ハンナ・アーレント風に言うと、そういうところの境界にあるような作品ですよね、これはね。本当に街みたいに見えるのよね。なんかこう生成されてるっていうね、そういう感じがしますよね。だからワークですよね、制作ですよね、生成されているっていう感じがすごく強い作品です。はい、こういうまあ絵も描いてますよっていうことですかね。はい。よいしょ。絵はこういう感じなんですね。僕あんま知らなかったんですけどね。あ、これなんだったかな。あ、これハンガリーに行った時にの作品ですね。で、なんかいろいろ困ったらしいですけどね。やっぱり紙が違うから、パスポートでいろいろ引っかかったりとかね。ただ奥さんと一緒に行ったから、まあ良かったようなもののみたいなことは言ってましたね。はい、でこれはフィルムですね。フィルムをこう使い切ったフィルムをこうギュッとこう何て言うの、スクラップするっていう作品ですね。まあ、これがハンガリーですね。だからこれ実はこれ今だったらね、こう転写してこうピュッとこうやったら、あ、今っていうかまあ昔もそうだけど、こうやってピッとやったらいいだけで、これ実は3年間の時が流れてるんですよ。そういう作品です。でこれハンガリーに行った時の作品、写真ですね。まあすごい普通の旅行の写真ですよ。ただハンガリーのおじさんがいるんですよ。あ、でこれが一番若い時のその太陽の塔を、太陽のパワーをお腹に秘めた時の作品と、まあこういうことですね。はい。まあ江ノ中さんですね、素晴らしい方ですし、これだけね作品一気に見れるということはなかなかないと思うんですね。これ回顧展と言っていいのかなと思うんですね。もっとねでかいミュージアムでやってもいいと思うんですけど、まあアノマリ結構広いですから、たくさん見れますんでね、ぜひ、行ってみてください。これはもうちょっと展示やってるんじゃないかと思うんでね、ぜひ行ってみてください。はい、ということで江ノ中、RPM1200 アノマリでした。はい、どうもありがとうございます。ということでね、皆さん、いいねと、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい。ということでね。よし、もうすぐっていうか、あと一人かな。あと一人じゃないですか。よし、あと千葉くんだけじゃん。あ、今日やっぱり俺結構いいペースで喋れたな。いや、もうあんまり長く喋るのやめようと思ったんですよ今日。よし、じゃちょっと僕お手洗いタイム行きます。
はい、質問ないですか？大丈夫ですかね？質問などあればどんどん書いてくださいよ。あと一人で終わりですからね。書いていただければ何でも僕言いますよ。大丈夫ですか？もう本当にこれ次で終わりですからね。はい、じゃあもう行きましょう。次はですね、千葉大二郎、ハッスイズム A と A 子の展示について見ていきたいと思います。でハッスイズムっていうのはですね、ハッスイですね、水のが発水することっていうのから、イメージを得てまして、千葉大二郎君、玉美だったかムサビだったか出て芸大行った日本画出身の、作家なんですね。で日本画っぽいことは別にしてないんですけれども、撥水鏡っていうねのを作ってて、ちょっと読んでみましょうか。撥水鏡とは水分全般を苦難または恩恵と捉え、それらを忌避制御することを最上の喜びとする教えです。雨をはじめとする水分から体や所持品を守らんとする誰しもがすでに撥水鏡徒であると考えます。撥に、梵天が座し、モーゼが海を割り、催涙スプレーを雨傘で防ごうとする。そこに奇跡を見るのです。自覚が生まれたものは撥水鏡徒または撥水スト と名乗るが良いですそういうことです。ただこれね、面白い、僕は大変面白いと思いました。あのね、水っていうものに注目したらいいですよ。でこれね、でこれまず一番最初に彼が言ってたのはね、こういうふうに言ってた。あの人間シャワー浴びるじゃないですかって言って、でこれあのシャワーでこうバーッとこうあの色ついたのをこうバッとやってるらしいんですけどね、あのシャワーしてる時ってシャワーって一種の懺悔室じゃないですかって言ってる。これなんかあのタイ語で懺悔っていう意味らしいんだけど、あの人間ってあの宗教関係なくシャワー浴びてる時にいろんなことを思い出すじゃないですかって、過去あの今日やったこととかって。なるほどーって思ったで確かに狭いなんか空間で、で水にこう打たれながらね、洗い落とすようにして、確かに懺悔してるよねって思うと、これはものすごい発見だと思うめちゃくちゃいい視点ですよね。で、でそれとあとこれはね、ここにね、なんかボコ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 ね水が出てるのよ。でこれなんかね、洗剤が混ざってて泡があるんだけど、ボワーって出てて、この中にね、これもねすごいね、これとこれがセットの作品、ボコボコ出てるんですよ。これ中がこういう感じなんですけど、見た目はこういう感じで、もうめっちゃ出てるから水も吹き出るぐらい。でもね、もうそんなもんじゃないらしいね。なんかね、本当はもっとねボコボコできるらしいんですよ。だからね、もっとすごい巨大なねインスタレーションをね僕やってほしいと思う。僕が企画してもいいなと思ったよこれ。すごいいい作品これ本当に、ね、でこれはね、この字がね、これ傘の艦隊文字らしいのよ。傘っていう字の艦隊文字ねになってるでしょ。でそれをこうポッポッポッと重ねて、でこれ上から雨が降ってくるように矢が降ってきてるとね、ねっていう風にやってるね。でね、僕これはね、あのあれを思い出した、あのあれ、あのギリシャ神話のなんだっけ、フロイトのやつ、ギリシャ神話、フロイトなんだっけ、あ、エディプスで、オイディプスね。オイディプスの神話でさ、あのさ、あのオイディプスの神話だよね、そうだよね。で最後にさ、矢がさ全然違うところに来てさ、ブワーッて刺さって死ぬじゃんね、俺そういう感じがした。だから結局典型ってさ、天のさ典型ね、天からの啓示ね、でこう矢でこう運命っていうかな、運命もこの、あの恋のキューピットも矢で打つじゃん。ああいうの多分重ねることができるなと思ったけど、それが雨として雨の表彰としてね、まあ矢を彼はあの言ってるわけだけど、水も一緒だよね。だから水って本当に面白いんですよ。だからね、水についてちょっとね僕もあんまり考えてなかったなと思って反省したぐらいですよ。でもね、ちょっとまあでもね、まあ、そうでもない、つまりね、液体について僕ね重要だとっていう感じはしてたのよ。というのが、どうあのこの地球っていう場所はに生命体がなぜあるかっていうとね、まあ水がいっぱいあるからでしょう。でもね、
これ別の言い方すると液体の、液体の星なわけですよ。液体の星で、液体の星っていうのがないんだよね、実はね。で、液体ってさ、気体があって固体があって中間にあるじゃない。だからすごくこう不安定な場所にあるわけですね。だから固体の星もあるし気体の星もあるんだけど、液体の星ってないんだよね。だから水、だから、ね、だからその我々、まあ、宇宙的に見てね、そのこの島が、ごめんなさい、この星っていうのの液体性っていうものについてはこれは考えなければいけないっていう感じはしてたのよ。でそれを特に水のところから捉えて、水の神話とかっていうところから捉えてね。で当然だけど、あれ大丈夫かな、当然だけど、あれですね、水っていうのはすごい怖いものにもなるし、まあ我々に恩恵を与えてくれているものでもあるということに、このダブルの意味があるわけですよね。でそういうことをものすごくね、いいとこ捉えてるなと思った僕これ。でそれがデモを見てそれを思ったんだっていうこともすごいいいと思うんですよ。だからデモでこうやって青い水をねブワーッつってかけて、でみんなでこうかすでガーッてこらえるじゃないね、ね、でもだからどっちなんだっていう感じなんですよ。でしかも我々ってこの水をさ吸い込んじゃったらさ、身体維持できないわけですよ。この皮膚からギュンギュン吸い込んじゃったら、だから口からこう取り入れることによってうまいことコントロールしているだけで、水か、体のほとんどの部分は水でできてるとはいえ、水をこう弾くから生きてるのよね。だからその両義性みたいなものをが重要なんだっていうことなんだと思うのよね。でこれすごいいい視点だと思いましたね。でこれはまあ3つは作品があるね。でこのヘルメットにね、このさっきのね傘っていう文字があって、でこの傘 の 帽子じゃあヘルメットの上にこう水の跡みたいなのがついてるわけよ、ね、これでなんかいろいろパフォーマンスしたりしてるらしいです。友都市美術館でやったりしたらしいです。僕ちょっと見てないんですけど、はい、でこれが撥水鏡っていう鏡で、でねこれねエリック・サティのですね楽譜らしいんですね。でサティってかなりやばいやつらしいですね。なんか自分で宗教かなんか作ってるらしいですね。で、それに影響されて、でこれなんか水のとなんか関係があるこれ曲の楽譜なんですよ。それにこの水の点々つけてると。でもう一個はこれはもちろん水の都ベネチアで、ベネチアのこう水入ってくるじゃない。でしょっちゅう 水浸しになるじゃないですか。でその水をコントロールするためのなんか水門かなんか作ってるらしいんですけど、それの名前がモーゼプロジェクトっていうんだって。モーゼね、さっき言ったねモーゼ水割りますよね、ね、あのモーゼらしいんですよ。でそれもすごいいい名前だなと思ったとかって言ってたんだけどね、そういうことね、こういうふうに水をですね、まあまあでこういうふうにまあ展示してあるんですね、はい、でこういうそういう作品ですね。これねすっげえ面白いと思う。これまだね始まったばっかりだからまだわからないけど、これをね相当展開できますね。水っていうのは本当に重要だよね。なんでこれまでがそんなに水に注目してこなかったんだろう、水っていうものにもっともっと注目してこなかったんだろうって思うぐらいハッとさせられました、この展示は。撥水ズム、撥水ズムっていう名前もなんかもういいよね。千葉大二郎君、これまでもうね、ずっと江戸英子さんが応援してこられた作家で、まあいろんなことやってたんだけど、これはもう、なんていうかな、その千葉君の、なんていうかな、そのアートのスタイルっていうかな、作家としてのスタイルがこれでもう確定したんじゃないかなと思う、僕。これはいけるよ。いけると思います。ぜひね。これもどんどん見たいんで、また見せてくださいっていう感じですかね。はい、そんなことですかね。はい、以上になります。はい、ということで千葉大二郎撥水ズム A と A 子さんでした。これもね、一番初めに話しましたね、ルート K コンテンポラリーからですね、歩いても、比較的歩いて近いですから、まあこれ神楽坂が一番近いですね。神楽坂駅が一番近いです。
ので、ぜひ行ってみてください。はい、以上になります。ありがとうございました。ということでですね、皆さんね、ぜひ、よろしければ、グッドボタン、およびですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで、残りは質問タイムにしたいと思います。はい、ではね、質問ある方もいるみたいなんで、どうぞ。どうですかね質問も書いていただいていいですよ。言いにくいことなんだろうな。あの内藤玲さんとかも見てきましたけどね、高石ギャラリー、やっぱまあすごいですよね。内藤玲さんってすごいです人ですよね。うん、これ僕あの関口商店さん待ちですよ。いや、ナイトレアすごかったな、やっぱり。なんかあの薄いあのめちゃくちゃ薄めたアクリルを何回も何回も塗ってちょっとだけ色がついてるみたいな、あの絵画ね、あれ久しぶりに見たくて、やっぱすげえなと思った俺。もうちょっとなんかね、となんかもういっちゃってますよね。あー、某なんとかラウンジの今後はどうなるんでしょう。それについては僕は全く知らないです、正直。あの情報僕入ってないんで、っていうか、あ、そうなんですね。そうですよね。いや、どうなるんでしょうね。っていうか僕もわからない、全くわからないです。なんていうかな、正直その情報って、皆さんが知ってるものしか僕知らないですよ。だからそのまあとりあえずその黒瀬くんが抜けたはまあカオスラウンジっていう形では仕事はできないですよね。でもそうなるとカオスラウンジってどうなるのかなっていうのはありますよね。だからまあすごい昔から僕知ってるわけだけど、カオスラウンジっていうのはもともと藤代嘘くんが始めて、本当にこうマルチチュードですよね。ネット上にいるうぞうむぞうをですね、あの当時まだあのなんだっけ、あのピクシブとかまああんまりなかったんじゃなかったかな、と思いますね。でピクシブとかもないような状況の中で、まあ藤代嘘くんがいろいろ見つけてきて、で彼はそういう力すっごいあるんですよね。で嘘くんのチームでもあるんですよ、やっぱりね、あのカオスランジっていうのはね。で、まあ、その中からウメラボくんみたいなのが出てきたわけだけど、で、まあ、黒瀬くんが入って、まあ、よりちょっとこうアートっぽくなっていったっていうか、そういう感じですよね。で、まあ、あの東さんと黒瀬くんの関係によって、まあ、カオスランジが、まあ、言論と、まあ、いろいろ仕事をしていくようになったけれども、まあ、言論とのその関係の中で、というかな、まあいろいろ問題が起きたということになるんだと思うんですね。で、ただその問題がちょっともうよくわからなくなってますよね。一度その会社として、まあ彼は あそこは一応法人化してたわけですから、その法人が一度謝罪したけど謝罪取り消してっていう話ですよね。まあどうなるんでしょうね。だからその相当厳しいとは思いますよ、うん。で業界的には許さんぞって感じになるのかどうか、業界をどこまでと捉えるかによるような気はしますけど、まあね、なんていうかな、ちょっとこれ言い方すごい難しいね。でもね、まあ簡単に言うとやっぱり僕は大変難しいと思います。業界的には許さんぞっていう感じになるのかどうかは知らないですけど、どうなんだろうね、彼らと一緒に仕事をしたいっていう人はそんなに出てくるかね。個人的なつながりは別ですよ。個人的な友人関係とかっていうのは全く別、それは僕は分からない。それは全然あっていいじゃない。だけど
まあカオスラウンジとしてっていうのはやっぱりすごい難しくなったんじゃないかな。というのが、もし謝罪してした上で、まあ、ある程度その解決を見るのであれば、なんかどうにかなったのかもしれないけど、なんかちょっと取り消しちゃったっていうのはちょっとどうなのかなって感じがするけどな。なんかややこしくなっちゃって、なんかもうどうなったのかよく分かんなくなっちゃってるから、なんかこのあとどうにもならないような気がするな。なんか何か結果が出るっていうか、結論みたいなのが出たとしても、なんかみんなすっきりするのかどうか、非常に微妙ですよね。だから黒瀬君とその被害者の方の関係と、そのカオスラウンジと被害者っていう、そのダブルになってるでしょ。だからで、カオスラウンジって今代表はウソ君なのかね。で、まあ何やっていくにも厳しいでしょうね、そりゃ。と思いますよ。でもね、大変なんじゃないですかね。何も言えないですね。だから本当に知らないです、僕は、詳しくは。だこの後どうなっていくかっていうのは、それは厳しいでしょうとしか言えないですね。私、まあ誠実に対応していくしかないんじゃないかなって感じですけど。こんな感じでいいですかね。なんか具体的に言っていただければ答えれるかもしれないですけど、まあアート業界っていうのも広いといえば広いので、まあそういう感じですかね。意外なところからなんかぶっこみが来ましたね。 まあそうですよね。でも結構いろいろ今日は見てくれたのかな。他の方でも質問あればどうぞ、大丈夫ですよ。 この展示見ましたかとか、でも見てる可能性ありますよ。 D キットとかも見ましたよ。 あれどこでしたか、集合圧か。あと僕びっくりしたんだけど、そうだ、この話を、寺田アートコンプレックスって、2っていうの、2っていうのを作ってるじゃないですか、天王洲の隣に。で、2の方にマキ、ギャラリーマキっていうところがあって、まあ、ディーラーさんなんだと思うんですよね、アートディーラーなんだと思うんだけど、めっちゃ儲けてる人っているんだね、やっぱり って思った。寺田アートコンプレックスの元々の方の1階に巨大なスペース持ってて、さらに2の方にもめっちゃ巨大なスペース持ってんのよ。あ、びっくりしたね。こんなに儲けてんのって思った。で、2階にもなんか、なんとギャラリー名忘れちゃったけど、あって、まあ、これも完全にセカンダリー。で、まあ、すげえ高い価格で売ってましたね。あれってどうやってやってんだろう、作家と直でやってんのかな、わかんないですけど、あるいはどっかで買ってきて売ってるのか。だから寺田アートコンプレックスはこれまで一応そのプライマリーのギャラリーばっかり入ってたわけですけど、すっごいセカンダリー色強くなりますよ、あそこ。2の方にはほとんどセカンダリーが入るんじゃないかな。で、セカンダリーの方にやっぱりすっげえ人がいっぱいいた。でも全然空気違うので、っていう感じだったな。なんかうまいこと混ざっていけば面白いですけどね、お客さんがこう混じっていってね、展示作家も混じっていってってなれば面白いけど、やっぱりこうかぶあんまかぶらないんですよね、そういうところってね。プライマリーゴリゴリと、セカンダリーでっていうのはね。
だから、なんかね、全然違いますよね。いやー、なんかあれでしたよ。だから僕見に行ったら、その牧の方、ギャラリー牧の方はね、ちょっとね、プライマリーっぽいところもあるんですよ。なんだけど、そのもう一個、2階の方はね、なんかね、なんかこう、本当にスーツ着たね。クリスティーズとかのね、ダブルのスーツ、クリスティーズの人とか結構ダブルのスーツとか着てんだよ。で、なんかダブルのスーツとか着たお兄さんがなんか、どうぞとか言ってね、フライヤー持ってきてくれてね、あ、大丈夫ですって言ってて 言っといたけどね。ね、まあ知ってる作家多かったんですけどね。まあなんかすごかったですよ。なんかだからだいぶ変わるのかなーっていう感じがしましたね。ギャラリー巻き、写真あるから見てみます？やもうとんでもなく広いんですよ。めっちゃ広いっすよ。まあこれ全部違う、海外の作家ほとんどですけど。これ田村悟さん、これ田村さんの作品すごい良かったけどね。これね、田村さんの作品はね、ここにね、電気のコードがぶら下がっててね、で、ここに金属板があるわけですよ。で、これで要するに電気を通電するわけね。なんだけど、こいつサビサビなのよ。だから、バチ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 みたいな感じで これが動いてね、バチ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 とか言いながら、ここに光るの、バチ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 、めっちゃ危ないの、これ。ね、そういう作品。めっちゃ怖いから。そういう作品ね。まあ田村さんはいつもそういうね、暴力的な感じの作品作る、暴力的な感じの作品作ります。ね。これトイレとかもこうなっててね。マジ豪華ですから。これ全部同じギャラリーですよ。すごいでしょ。これメガもメガですよ。これはすげえ。これでも売るんだろうな、やっぱ。やっぱ売れてるギャラリーなんだなって感じしましたよ。ね。まあこういうとこあるんですよね、やっぱ今でもね。まあまあそんなところですか、今日は。ね。大丈夫ですか、質問はね。じゃあまあそんなところで、今日は終わりとしたいと思います。今日はね、今日もでもね、なんだかんだ言って3時間も喋ってしまいました。どうもありがとうございました。またですね、今年中に必ずやらなければいけないことが一つありますね。あれですね、今年のベスト3っていうのをやらなきゃいけないので、多分っていうか、まあ絶対ですね、今年のベスト3をやって、最後の動画になると思います。まあ、数日後にやりますよ。今日23、20、まあ、8とか9とかにできるかなと思ってるんですけど、それぐらいにやりたいと思ってますんで、ぜひね、そちらもご覧いただければと思ってます。まあ、ちなみにもうベスト3はもう決まってるんですけどね。ベスト3は決まってます。まあ、3つとも紹介した、アーティストの展示になります。まあ、当然といえば当然なんですけど、そうなります。国内ですね、東京での展示、の中でベスト3ということですけどね、になりますんで、そちらの方もね、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日もね、長い間ありがとうございました。ではまた、そうだ、もう一度ね、最後に言っておきましょう。グッドボタンとですね、それから、チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いします。本当にね、これが大事なんですよ。大事なんです、これは。はい、放送してると本当にわかるんですけどね。これは本当に求めてますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。おやすみ。